時に初めて会って、そう、その時の制服なので JK みたい。 JK なんよ、 JK なんよ私、実は知らなかった JK です。こんにちは、こんにちは。そうなの、一応現役なんよね。現役、うまくいけばなんとかなれば、あの春から高校3年生になります。よろしくお願いしますって感じで、おそらくなれます。テストもちゃんと受けたし、スクリーングも全部行ったので、そう、似合う、やった机になってたコスプレ感ない。せっかくしたのに。最近なんか触覚をさ、なんか外に巻かずに、なんて言うんだろう、内側に巻いてたけど、今日はいつも通り外にしてみた。高校通ってた時は岐阜でポニーテールで、このこういう感じだった。ポニーテールで、で髪はこの横の触覚は外に巻いてた、高校生時代。まあ今もなんだけど、岐阜で通ってた時、前日に。そう、本物じゃないよ本物じゃないよ。そう、 LJK になれるかな、多分なれるよ、どうにかどうにかなんでしょう、最後の枠、最終枠、最終枠、びっくりびっくりびっくり。これ制服って入れるとね、バンされちゃうよね。クッキー集めてますにしとこう。クッキーになっちゃった、クッキーだよ、クッキー、クッキーます。はい、オッケー。そう、制服って、そう、言葉を、そう、私の学校はどうなんだろう、校則どっちかっていうと厳しかったのかもしれない。そう、制服って入れると、そうなの、配信止まっちゃうから配信止まっちゃうから、切れちゃうから、配信が。制服なんて入れちゃいけません、本当に。オーディション時代それで2回ぐらいバン食らってるからね。バンというか、配信のなんて停止食らってるから。そうなの、ヨーヨー、こういうやつ、なんか手にはめてやるやつかなポニーテールもやったよね、ポニーテール。あ、でもこっちの触覚が可愛くない。あ、でもできんことないか。ポニーも迷った。どっちがいいんかな。配信の途中で変えてもいいけどね。でも今の一番の問題はゴムがあるのかって話なんだけど。ゴムがない。私の家ではよくゴムがなくなります。うん。いや、ガチ制服はバーンされちゃうから本当にいけない。これはアンナさんからいただいたコスプレですね、コスプレです。ああ、僕たち当選した、よかったよかった。それは深くこんぐらいかな。途中でね、ポニテにするっていう方法もあるよね。誰か私の家に、あれ、ゴムを届けて途中からね、配信のラストの辺はこうやって縛ってもいいよね。先に縛っとって下ろすとね、跡がつくけど、途中で縛るのは何の問題もないからね。ほら、学校通ってた時代は私髪型こんな感じ、触覚外に巻いてて、まあ、前髪は全部あった、今は分けてるけど、こんな感じだった、現役時代そうなの、家のどこかにはある、洗面所の方に多分あると思う。ゴムね、すぐなくなるんよ私の家って。何でもすぐなくなるから私の家って、本当に。なんでだろうねなんでだろうね。星投げありがとう、そう、かわいい、ありがとう。いや、こちらこそ本当にありがとう。制服着てます、よいしょ。この枠はとりあえず19時59、イベント終わりまでと、その後も多分ちょっとやると思う。そしたらもう時間フリーになるから。そうなの、置く場所をね、決めなきゃいけない。そう、無意識にそう置いてるんだと思う、いろんなところにポーイって
そうなのよ、そうなの、そうなの。毛量多いなやっぱり毛量好きにいかないと。最近前髪をさイベント中は固めたりしないからすぐ崩れちゃう。質問駐車場のとこで待っててやばい一緒に帰るみたいな、いいね、よいしょ、かわいくない、いいでしょ。そう毛量はマウントじゃないよ本当に多くて困ってるもん私の場合。いいでしょ現役なので制服は3つ持ってる。1個目はウォーカーで来たやつで、これともう1個はオーディション時代来てたやつ。そう、わあすごいギフトたくさんありがとう。あー待って、てか読めてなかったギフトありがとう。どこから読めるんだっけ、これはどこから読むの。あったあったありがとう、スプマンテさん、クッキー、クさんかわいい、ケビさんクッキーありがとう、ゆきひろさんチョコポップ、くさんトトイありがとう、もじろさんクッキー、ゆきひろさんクッキー、スプマテさんクッキーたくさんありがとう、きよにいさんクッキー、ワンタさんクッキー、ながこさんクッキー、チコアドーナツさんクッキー、もじろさんチョコポップ、せひたかくんクッキー、ラベンダーさんクッキー、春のパン祭りさんチョコポップ、チコアドーナツさんクッキー、カッピーさんクッキー、ありがとう、キヨ兄さんにゃう、ありがとう、ディネさんクッキー、でコトラさんクッキー、カンスケさんクッキー、イマちゃんクッキーはたくさんありがとう、レッツエンジョイさんクッキー、スプマテさんクッキーたくさん、カマちゃんクッキーたくさん、チョコポップもカマちゃんクッキー、アイスレモンさんチョコポップ、ベイチンさんクッキー、ナナマルさんクッキー、山田太郎さんクッキー、デコトラさんクッキー、キビスさん星はたくさんありがとう、デコトラさんクッキーたくさん、カマちゃんもクッキーたくさん、ダルマもありがとう、ユセミさんクッキー、アキオさんクッキーありがとう、たくさん嬉しい、頑張りますそう現役の一応高校生なので、そう X のフォロワーさんが2000いきそう、まだ1900人の企画できてないのに、1900人の企画をねやっぱり伸びやすい土日にあげようと思ってて、だから明日明後日のどっちかか土曜日にあげて期限を長く土日の間にしてくれればって風にしてもいいなと思ってるんだけど、そう迷いますね、やっぱ土日にかぶせた方がいいかなって思って、そう頑張れモーさんチョコポップありがとう、金曜日、金曜日もう金曜日か、早い早い早い、この制服なんかあれだった、コマをふわって着るだけだった、ここになんかあるとかじゃなかった、普通の制服はここにこうやってあるんだけどね、コスプレだからね。2000人ね、10人切った、嬉しい、早い、アベマそうもうね、私はもうなんて見てればわかると思うんだけど、どっちかっていうとできる方なんですよ一応できる方だから、もうその見てて回答を途中でなんか何回かそう休憩をねそう挟むんだけど、私とかイチゴとかでなんかもう回答がなんて言うんだろう、回答がやばすぎて、みんなのちょっと気分悪くなってきたっていちごと話してたんよね、もう本当にみんなの回答が本当にまともなのがなさすぎてやばい、気分悪くなってきたって言っていた、そんぐらいもうやばかった、これは番組として成り立つのかっていう、そう正解者が全然いなくて、そうなのよ、五感やばいよね、私ゆいたの1巻2巻3巻ってやつはおもろい、私のミニ巻は本当に一個も思いつかなかったけど、できるだけ問題埋めるみたいな感じだったから、耳って書いとこうって思って耳って書いた、そう3期生やばいです、本当に3期生が頭悪いのがバレ始めちゃった、もうバレてたかもしれないけど、そうバラエティ的にはそう正解ないけど、
でももうね、もうやばいですね。そう、もうレベチすぎる。いろんな意味でみんなレベチだから。ヤマジンさん、クッキーありがとう。そう、昨日の回答ね、一応ね、あの昨日はい、その番組終わってからマネージャーさんから3期のグループに、なんて言うんだろう、一人一人の全問題の全回答をね、そう送っていただいたから全然見せれるんよね。今んとこ出てるものしかね、あれなんて言うんだろう、出てるものしかあれなの、お見せはできないんだけどね。回答のデータ見せようか、見せるっていうか、うん、しかも全員分見えちゃうんだよねだから同期のやつも見えちゃう。よいしょ。もうみんな、私そんな人のまでは見てないけどさ、だいぶひどい回答してるんだと思う。出てないで、番組内で出てないだけでもっと多分いろんな回答があったと思うし、ゆいたんの殺すもやばかったけどね、だいぶ。そう、見てみたいよね。私でもどうかな、昨日出た問題だとこの辺の問題出てないからな。あ、でもあの橋田さんも、橋田さんと顎ってで使うっていう言葉のやつとかもちゃんと私やってたし、あれだ、我が輩は猫である、名はまだないみたいな、名前はまだないだっけとかもあってたし、あ、すごい、このページとか全問正解だ。うんうん、この辺待ってる。ちゃんとね、これとかちょっとスクショして見せよう、他のが見えんように。うん、これあの昨日のあれだね、なんかカエル、オタマジャクシからカエルになる過程のなんか絵とかも私やってたもん。うまく見せれんな、これでいいか。ほらカエルのやつもあってた、あの卵からオタマジャクシで、これ足生えた状態でカエルになるみたいな、ちゃんと合ってたからね。そう、解力。法隆寺の回答何書いたっけな私。そう、イラストはそう書けたよ。他なんかあるかな、まだでも出てない問題とかあるからな、変に見せたりできないよな。でも英語はボロボロだ。あ、あとあの踏み絵のやつもちゃんとできてる、見せよう。スクショして、これはあ、リアチュー、リアチューとかが見せてたやつかな。これはめっちゃ字が適当になってるんだけどちゃんと合ってるよ。はい、これとか私はできるんよ実は、勉強3期生の中ならね。そう、この絵は江戸時代を加えてたとあることを表している、何が行われているか説明しなさいっていう問題で、そう、これはまああのイエス・キリストの絵を床に置いてそれが踏めるかどうかでその信者かどうかを見分けるみたいな、そういうやつ。ちゃんと覚えてますから。そう、F み、ふみえとかっていうね、何を行われてるかだから文章で書いてみたけど長かったし、なんか回答する場所がもう、これは知ってたね。あ、番組出たものであるかな、他に結構合ってるはずよ。あった、15個のブロックを
積んで上から見た時はどうなるかみたいな、リア充が死なって書いてたやつ、あとヒータンがめっちゃ変なでぼ猫ぼこの物体を書いてたあの問題とかも話し合ってるからね。ほら、純也もちろん知ってるよ、その収録内でもう知ってるから、そこで発表あったから。ほらこれも合ってる、死なって書いてた、謎だよね、死な、ほら合ってるんですよ、私できちゃうタイプなの実は。そう、リモート組がねすごい珍回答多かったね。逆にその収録に来てる子たちはできてたね。そう、なんか前回と前々回の放送の子たちとでうちらとで分かれて収録に行ったから、別日にだからああやって分かれてるの。そう、点数がどうだからとかじゃなくて最初から分けられてる感じ。あれば私はそうできる人ないよ、実はできちゃう子ないよね、実は。なんかサムネでできてない風に見えたけどできるタイプなんですよ実は。わかんない、今最終的なこの今見せたやつがあってだけど、それ以外は良くなくて最終順位がめっちゃ下の可能性もあるけど、わかんない。たまたま番組で出たやつが合ってたっていう可能性もあるし。そう平均よりはだい、そうだね、まあ強化によるけどあったんじゃない。そうできちゃうから番組で私が目立てないって言ってたの。私はできちゃうタイプだから、まあなんて言うんだろう、問題がねだいぶね難しかった。特になんか5教科プラス番組内でも言ってたけど一般教養があったじゃん。一般教養とかは本当に問題を作った方の世代が出てて、もう一番上の年齢のメンバーでも聞いたことないみたいな問題が全然あったから、一般教養は本当に賢いとかじゃなくてなんかね難しかったね。それは全部で120点満点なんだけど全然そうジェネレーションギャップが本当に、いやそれこの若い子は知らないよみたいな感じで前回と公開やばいな。そう問題作ってる、そう問題作ってる方の年齢が多分ね、そうとの常識と私たちの常識とか今最近のテレビのこととか全然内容が違うから難しかった。あ、僕対当選ありがとう、待ってます。そう、さすがに私教科で0点とかはなかった、ちゃんと点数取れてた。でも英語とかはやばいけどね、英語は本当にもう鼻から諦めてた。英語は本当にできないから私。赤点は学生時代取ったことはないけど、でも苦手。太陽系のやつはもう埋め切れてすらないよ。これはこれとか正解にしてほしかったんだよな。あれもあった、あの何記号っていう系、記号じゃない、元素記号とかも当たってたし、私はあれだね、なんかあの敵は法隆寺にありだっけ、あれの問題はね、そうあれって全員不正解だったんだっけ、私なんて書いたと思う。私本当に思いつかなくって適当に書いたんだけど、ちょっとありそうだから。そうね、そう多分ねジェネレーションギャップがすごくって、教科書もだしその一般教養の問題もだけどむずかったね。
そう本能寺にあれなんだけど、うん、な私はそう、私はなんて書いたでしょう私敵は殺すやろ、あのゆいたのがね、そう法隆寺じゃない本能寺やばいやばい、法隆寺またアホになっちゃうから本当に。私はねこの問題でもなんとなく聞いたことがある、あったけど、でも教科書に習った覚えはないなって思ったんだけど、私は意味わかんなかったからすぐ目の前だって書いた敵はすぐ目の前だ、ちょっとありそうじゃない、すぐ目の前にいるみたいな、そう分かんなかった、法隆寺って言ってた、本能寺の辺、目の前にいる、目の前だって書いてある、敵はすぐ目の前だって書いてある本当に分かんなかった、これは聞いたことあったけど学校ではやったっけ、なんかの動画で見たんだっけ、そうすぐ目の前だって書いてるちょっと見せてあげよう、よいしょ、一番回答率高かったのはどれなんだろうね、大きいデカデカとした字でフ敵はすぐ目の前だって書いた絶対そんな前にいないからって感じなんだけど、こうやって書きました私はあでもその2個下の問題の日本の国会は何委員と何委員で構成されてるってやつは書けた、参議院と衆議院、これは書けた、えらい、これは分かったよ、これはなんかいろんな場面で来るから多分覚えてた、英語とかはあでもこれなら分かった、私英語はボロボロだけどこの問題分かった、あの This eraser is mine、 この消しゴムは私のものですわ、さすがに分かった、そうちゃんと分かった、それは文字でっかい、めっちゃでかでか書いてた、いやでも英語やばいぞ、あでもプロミスが約束とか書けてる、うん、いやでもいや英語はやばいな、英語は全然ダメ、英語は本当にいかんでござる本当に、いやでも一番できてた教科逆になんないやろうな、できてた教科なんだっけな、でも各教科ごとの点数も私はなんだっけその場で知ってるから全員の、それも出たから、だから多分番組内にも出るけど英語は低いよ英語低いよ、そう大きく書いたの自信があったんかもしれませんけど、目の前だってなんでだろうね、なぜか分かんないけど目の前だって書いてた、これ当たっとったかね、もしかしたらね褒められてたかもしれない、あでもこれとかなんかこれ中学1年生の問題かな、多分放線化の身に触れると何が起こるかってやつ、種が出るとかけてる、あとはシーラカンスは属いないと呼ばれているか、生きた化石もかけてるし、ラクダのコブの中には何が入ってるか、脂肪っていうのもかけてる、あとは微生物の名前を答えなさいで絵を見てミジンコも描けてるし、社会も社会でな、やばいな、でも参議院衆議院が描けたから、うん、英語はそう3期生は言っちゃダメだよ、そう敵は目の前だ、私本当に全然変な回答してない、多分私これ
分かんない、他の人が普通の回答してたらあれだったかもしれない、敵は目の前だもう突っ込まれてたかもしれないけど、他がみんなね珍回答すぎるから本当に敵は殺すとかもだいぶやばいからねしかもあのゆいたんがだよ、あのゆいたんが敵は殺すって書いてるから、そりゃねそりゃゆいたんねえおもろいよね。そうなんかあれテストってさあれなの、全員で一気に抜けたんだけど、早く終わった人は抜けてっていいみたいな感じで、私は結構最後まで粘るタイプだからテストは分からんとこ最後まで考えてて、ゆいたんもそうだった、確かゆうなもゆゆは最後まで考えてた、そうだよ。下はねミニスカ、ミニスカってことでもないか、でも膝上、目がマジやばいよね、ね許せない敵がいたのかもしれない、もうお嬢とかだって絶対ね敵は殺して、多分自分でやるんじゃなくてね雇ってねやるんだろうね、やばいよね、ゆいたんの回答やばいよね本当にやばいと思う、今回の私がね目立てない理由がみんなわかると思う、ずっと私は今回本当に出番がない、何も面白くないって言った理由がわかったと思うから、こんだけねあの同期がポンコツですと、そうあの結構みんな頭のネジがだいぶなので、それは私が番組出てこないわけ、あイベント終了まで2時間で出た、よろしくねそう私のインパクトは多分そこまでなかったんだと思う、やばいよね、そうサムネがそうやっぱり冤罪なんよ、あれは私が冤罪って言い続けた理由が分かったよね、私は本当に変な回答はしてない、本当にねえ真面目に受けたから変な回答一つもしてないから、あれは冤罪です、爆笑してる私がなぜかサムネなのは、本当に私がおバカさんみたいじゃん、番組見てない人からしたらねえ、ツインテールにするってここもあったね、ほんとツインテール、ツインテールって結構ダメな学校多いからそこまでしてる子 いないんだよね、ツインテール、ツインテールともうちょい上か、ててツインテールはねダメなとこ多いからね、中学も高校もおらんかったね、そうお仕事頑張って、そうサムネは私が変な回答して自分で笑ってるわけではなく、同期の変な回答に笑っている私でした、そう、あ6時になったからみんな公式を見て、公式さんからの情報を見てほしい、皆さん公式さんからの見てほしい、お願い公式さんからの情報を見てほしい、お願い、みんな見るんだ今すぐ見るんだ、大事な情報が公開されている、6時、そうなんですよ、実はそう、なんてこった、見てよ、見てくれてるあららら、らそうお台場の方でね、そうね決まったんです、実はですね、そうありがたいことにお台場でさせていただけることになって、これどこまで言っていいんだ、何を言っていい情報か、何を言っていい情報ダメな情報かをちょっと今見分けるから、待って私もさっき連絡が来たばっかだから、そう実はゴールデンウィークはなんて言うんだろう、 ST48 は毎年フラーフェスティバルなんだっけ、あの広島でもあるじゃん、そうやってる裏で私たち研究生は今年は
お台場に行ってきます。そうめね、暑いよね。ちょっと私もどこまで行っていい情報か分かんないからちょっと公式さんの方見るね。でもだいぶ早めに情報が公開されたから来れる方はぜひぜひ。そうフラワーフェスティバル、なんかねマネージャーさんが毎年フラワーフェスティバルとかでこのグループのメンバーが出ている中、研修生は今年ゴールデンウィークはお台場に行きますってそう言われて、ほえほえびっくりだよ、びっくりびっくり。そうそう、どこまで行っていいかねこれは。ちょっと私も見ながら言うね、怖いから。ゴールデンウィークどこまで行っていいんだろう。でもこれは多分行っていいのかな。まあ一部二部制で瀬戸利ガチ神です。本当に神です。もう瀬戸利がやばい瀬戸利がもう本当になんかクリスマスの瀬戸利がめっちゃいいみたいなずっと言ってたじゃん、クリスマスの。もう本当にそういう感じ。本当に瀬戸利良いです。瀬戸利もうやばいです。私がずっとやってみたい曲も入ってます。ここでしか聴けない曲もあります。そうレッスンはまだしてないんですけど、もうすぐ始まる。瀬戸利神です。もう本当に神なので、もう私もこれからレッスンも相当頑張らなきゃいけないんだけど、もうこの曲できるのみたいな、もうでもあれだ、ここに告知の例が書いてあるから、それだけ言うと各まあこれはまあ書いてあるけどね、各90分のステージを昼夜2公演やらせていただきます。もうこの時点でまずすごいでしょ、もうやばくないやばくない、やばいんです。もうこの時点で各90分のねえ、これは言っておけ、そう例に書いてあるやつだけか言えるやつだけ言うよ、ちゃんと。STU の曲ももちろんここでしか聴けない曲もそうあります。はい、わー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 、どこまで OK なやつこれは。わーわーおわーおわーお、抽選ですね、先着ではなく抽選での受付になっております。そうよかったら東京ゴールデンウィーク東京来ませんか、お台場来ませんか。そうもう本当に瀬戸利が神だから、そうクリスマスもずっと研究生みんなね、瀬戸利が本当に神って言い続けて、ね、岡野48グループさんの曲をたくさんやらせていただいたり、普段はねあまり披露する機会ない曲もやらせていただいたり、この鬼滅の曲もやらせていただいたりとかあったけど、今回も本当に瀬戸利がいいからみんなの想像を超えてくると思うから、そうね晴れるといいよね、本当にそう。お台場でありがたいですね。わお東京です、そうなんです、東京もう瀬戸利すごい、瀬戸利がもう
うわーって感じ、本当にマジみたいな、マジですかって感じの、もう、いや私汗取りはもう知ってるんだけど、やばいです、曲いっもう新しく覚えるのが本当に多いかもしれない。やばいなだいぶですよこれは。いやいや、すごいよ今回は本当に。そうだね、東京でのお仕事が今年は増えてくるかもしれないね、この調子でね。東京、そうなんですよ。1部も2部もいいな、やっぱり1部も2部も素敵すぎるかも。やばいね、個人的に2部にものすんごいやってみたかった曲が入ってて、2曲もう楽しみでしかないこの曲できるのって思って。そう、部によってそう瀬取りも変わるので、ぜひぜひ来てください。本当にもう瀬取りがすごいの。でもこれはあれかな、私らも今月の、先月には聞いてたけど、今月かなの頭とかに瀬取りが配られたんだけど、その時同期と一緒にいたんだけど、えこの曲やんのやばくないみたいな、覚えれるこの量、えこの曲やらせてもらえるのみたいな、やばいですね。そうですね、2部が、2部でもう絶対に絶対にね、もう盛り上がる曲ありますね、私が大好きな曲だし。やばいっすね、やばいっすね。え、衣装確かにどうなんだろう、衣装は何を着させていただくんだろう、どうなんだろう、びっくりだね。まあ、詳しいことは言えないんですけど、気になるよって方はぜひ待ってます、お台場で。 2.5 期生と3期生が、この時にはもうあれだね、 2.5 期さんが昇格企画がで1万人達成してたら昇格してるし、3期生も昇格してる頃かな。確かに時期的に新制服での披露ありそうだよね。2部やばい、いや1部もやばい、1部も2部もやばいけど、個人的にやってみたかった曲が2部に固まってるってのがあって、2部がやばい、やばい、やばいね、ちょっと楽しみだな、やばいですね。ぜひお台場で待ってます。ちょっと早めのね、これ告知っていうか、なんて言うんだろう、イベント結構早めじゃん、だって5月のまだ2月のうちに発表する、そう待ってますよね、確かにゴールデンウィークはね、なんか雨がね来るイメージが強いからね、晴れてほしいな、それは確かに思う。超楽しみかも、もう本当に。でも練習が始まるけど、始まったらねちょっとだいぶまた大変なんだけど、この研究生だけでお台場のステージに立たせていた
ただけるので、そうこの機会をね掴んで、ここからもっとね STU48 を盛り上げていきたいって思います。頑張ります。お台場です、お台場びっくりだね、びっくりすぎるや。どうだろう。デクトラさん、クッキー、わたあめさん、クッキーありがとう。そういえばクッキーの順位どうなったんだろう、見てみよう。確かにティフでおなじみ、確かにお台場、確かにイメージはある。待って、 2.5 さんがやばい、なんかやばい、盛り上がりの潮が1万を超えてるルームばっかで、やばいやばいやばいだね。私あれだ、ランキングが今ちょっと危ないわ。1個多分ミーポンかな、危ないですね現在。ちょっと頑張ります。ちょっと待って、クッキーだけ見ちゃおう。はあ、クッキーもやばい、頑張ろう頑張ろう、よし。ぜひ2024年も STU48 の研究生をよろしくお願いします。頑張ります。研究、あ、でももうその頃には先輩方は昇格されてるかもだけど、私もよろしくお願いします。これ私たちいつ伝えられたかけな、でもびっくりしたね。そう、5月6日お友達が来るらしい。どこまで言えるんだろう。なんか2期生さんのバスツアー決まってる、今気づいた。素敵、すごい、気になる。気になる。びっくりだね、びっくりだね。昇格したらメンバー外れるはないと思う。そう、なんて言うんだろう、そのお知らせがあった時に、そう、研究生ではなくその 2.5 期生と3期生でって言われたから、そう、昇格しても出ると思います。出ますっていうか、出ます。みちょこ、みちょこのお話し会のが、2月18日、りさこ、りさこ2月18日のオンラインいないの。いましたよ。うそー、うそー、マジか、りさこいないのか。ランキング落ちちゃった。バスは行くの、いいじゃん。クマネパパさん、クッキーありがとう。ね、また別のね、6人でのバスツアーみたいだね、すごいね。そっか、18日のオンライン、りさこ会えないのか。で25日が最後なのか。でオンライン全開で最後だったってことね。あら、よいしょ。あ、確かにね、昇格、確かに確かに確かに、先輩方がね今卒業されてて、たくさん寂しい。あ、18会えんくなっちゃった。いや、でも私いついついいると思う。
リサ子と会えるんだろう。どうなんだろうね。振り替えが24にあるみたいだね、5時間目に。あー寂しくなるな。どんどん近づいてきちゃった25日が。いつかね、私もバスツアーしてみたい、してみたいね。え、それこそ前ね、ゆいたんと、そうゆうなと話してたの。ゆゆゆでバスツアーとか絶対楽しくないって言って、なんかみんな雰囲気が合う感じの3人だから、3人のバスツアーとか良くないって話した覚えがある。良くない、ゆゆゆのバスツアーとか絶対楽しいと思うんだけど私。ゆゆゆでバスツアーとかみんなマイペースだから、あれなんか遅れそう。そっか、3月2日ソンヤミツの生誕さん、あーそうだね、ねーみちさんコンサート前に公演だったね、あのエミリンさんとは逆だったね。うん、ん待って、イベントの日がってことこれもしかして。本当だ、3月2日開催って書いてある。あ、なるほどね。その中の、あ、期間が23日から3日まであって、その中の期間の 2日に6人が出るってこと。本当だ、みちさんの、そうだよ、みちさんの、マジか、確かにそうだ、今日にちを見てなかった、びっくりした。そうだね、確かに、うわー、なるほど、なるほどね。ゆうゆうでバツはどこがいいんだろう、確かに。3人と出身地違うから、もうもはやもはやどの県でもなくしちゃうか。こんばんは、こんばんは。お嬢は確かにバス一緒に乗ってくれる、乗ってくれるよ、ゆいたん優しいから。本当だ、みちさんと同じ日なのね、なるほど。え、なんか今日お知らせがちょっと多すぎて、ちょっと待って、見切れてないよ。お嬢ハイヤで。マイティさん星ありがとう、こんばんは、こんばんは。残り1時間くらいになったらカラオケしようかな。やばい、今日なんかお知らせが多すぎて。でもさ寂しいな、その、うん、あ、ね、グッズもそう、バレンタインになるからぜひぜひ。え、そうなの、このあと8時から沖さんと舞さんのお知らせがあるのと、21時にはひなさんからのお知らせもあるから、ダメだ、今日情報量が多すぎるかも、多すぎる、さすがに。2月1日かなが、私情報量多すぎて頭パンクしてたけど、今日もいろいろ多すぎるかも。うん、今月はいろいろ頭に入れることが多いや、頑張ろう。頑張ろうね、今日一日にすごいたくさんお知らせがあるね。ね、いいお知らせみたいだよね。そうね、今日はいいお知らせが多いから、1日の日はもう私はいろいろとねしんどかったけど、ひなさんなんだろうね、事務所なんだろう、なんだろうね、気になるよね。厳しい、1日の日はそう、南さんの発表もあったし、リチャからの報告もあったしで、そうなの、そうなの、そうなの。え、ね、私も思った、7周年とかこの 2.5 期生とちゃんと3期生の
このねお台場のやつで4期生の オーディションのね告知があるあるんじゃないとかって、そう私もちょっと思ってた。ナッコンリアル、あ確かに今までねショールームで毎月されてたから、確かに確かに。あすみさん幽体離脱歌ってくださってんの、待って、あすみさん好き好き、それはあすみさん優しい。そうだねね、先輩卒業やめ止めたい。こんばんは、こんばんは、そう最終枠になっちゃった。あずみんさん優しい、幽体離脱私は2で歌える。いつもの公園のベンチの指定席、みんなに人気のニレの木陰の下、僕たちが明日から気まずくなってしまえば、新たなカップルが、その後ができれば何があったって正直になれほしい。私もあれ 2.5 期生さんの曲好きなんよね。離れたくはないと、でもあれ音程取りにくい、難しいね。曲好き。嬉しい。じゃあ今度私もカラオケボックスからするとき 2.5 期生さんの曲歌おう。うー優しい、あずみんさん好き。そうカラオケボックスからそう歌える曲が増えるから、このバレンタインキャンペーンが終わる前にはこのキャンペーン中には一回はしたいなって思ってる。うん。そうバレンタイン、バレンタインクッキーどうかな、厳しい厳しいよね。でもどうしどうだろう、ニレって字ね私も最初読めなかった。 2.5 期生さんとはレコーディングの日が一緒だったから、そう曲の名前見た時読めなかった、まだね読めないし書けないね、難しい。ニレでもね、なんか3期生の曲は結構アップテンポというか、なんて言うんだろう、明るい感じだけど 2.5 期さんのは落ち着いた感じで。そうね、確かにそうクッキーのイベントはそう終了時間が同じならもしかしたらって思ったけど、2時間あるからね、2時間あったらね10万ポイント以上差でも全然抜かされちゃうから、そうリッチニャンクッキースプマンテさんクッキーありがとう。そっかいろいろ、なんかお知らせがいろ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 飛び込んできて、今頭がいっぱいだ。むこさんクッキー、かんすけさんクッキーありがとう。ねびっくりだね、卒業公演の日にバスツアーあるんだね、知らなかった。なるほどなるほど。ダメだ、もう情報量が多すぎてついていけない、やばい頭がぼーってしちゃう。なるみさんハートありがとう。そうみちさんね、そうだね卒業コンサートがあるから、そうだね。スケジュールが確かに厳しいね。うーん、なるほど。なるほどなるほど。あ、お久しぶりに見た。私がずっとペンギンさんって呼んでた。そう、クッキーありがとう。うん。みちさんの卒業公演行きたいな。でもみちさんのあのあれ、そうツアーの広島も行きたいなって思ってるし。そう
でも大阪とか東京も行きたいけどな。どんな曲をねされるんだろうね。いいな、行きたい。りちゃんのはどうにか行けるんじゃないかな、多分今のところの予定なら。はあ、りちゃん寂しいな。りちゃん最近私会えてないから寂しい。そう、ここ最近会えてないの、数日。悲しいです。会いたいです、りちゃんに。同期に会いたいです。やっぱりなんかね、同期全員揃わないと寂しいなって思う。みんな何かしら仕事があったり個人の用事とかもあるから。そう、情報がね今最近多いから、本当に多すぎて私も混乱中。一気にねブワーって頭の中に情報を飛び込んでくるから、危ない危ない。ルリーさん、クッキーたくさんありがとう。こんばんは、こんばんは。クッキーどうなのかな、クッキー、クッキー見てみよう。6万差どうなるかな。でもまだ諦めちゃいかんよね、まだいけるよね、頑張ろう。でもクッキー、ミーポーも迫ってきてる、やばいやばい。あ、すごい、クッキー、クッキーっていうかバレンタインのやつの60万ポイントの10万切った、あと8万4千みたい。ありがとうございます、本当に。イベント中、いちごが超絶可愛い髪型してる、なんだって、ちょっと見てみる。いちごとも、いちごが配信始める20秒前くらいまで電話しとったんやけど、なんかしよるんかな今、見てみよう。してたわ、珍しい。自分で言ってた、聞いてたけどガチでしてるや。いちご珍しい、猫になっとる。猫になっとる、珍しい。いちご、いちごね、あの人ね、私がここ最近3日連続、今日はして3日連続ぐらいコスプレしてたら、なんでコスプレしてるのとか言ってきたくせに、今日は自分も猫になってるらしい。おもろい。そう、いちご、いちご聞いてたけど。おもろ。いちご、ちょっと音を出せないけど。いちごでやばい、お互い見合ってんのやだ。見ないで、いちご見ないで。いや待って、画面から消えた。やばすぎ、やばすぎ。野良猫感やばい。いちごにバッテンされてるけど、これもしかして私向けてかな。ちょっと気になるかも、いちご。ガチでしてるじゃん、いちご。やだとか言っときながら。本当にもう、本当にすると思わなかった。いちご、いちごがコスプレとか本当に珍しいからね、みんな超激レアだと思う。このお洋服さ、前にするとここがさパカッてなってるから危ないの。どうしよう、どうにかしてさ、こうしとくか。確かにほぼコラボ配信、本当にそう。でもイベントが終わったら多分いちごとね近いうちにコラボすると思う。いちごさんと最近よく一緒にいるからね。いちごさんが最近いつも私んちに来るから、多分また一緒に配信する、いちごさんと。サッチも見てるでってやる、やばい。珍しいな、いちご。いちごどうした、いちごはどうした今
おもろいちご。なんか猫になっとる。おもろいな。珍しい。コンテンツ。みんないちごのこと好きすぎるやろって。JK と猫。やっちゃう。多分この後いちご家来るよね。多分いちごさん後で来るよね。見ないでって。分かった、もう閉じた。じゃあちょっと待って、今ね iPad から配信してるからちょっと携帯の配信に切り替えます。今からよいしょ。この方が普段の角度があるんだからいいかも。この辺にあるの。よし、じゃあ角度を変えます。ちょっと角度が変わってこっちの方が多分ねビジュがよく見えます。じゃあ変わります。こっちはん、あれどっち前になって どうすればいいんだろう。え、どうすればいいんだろう。これでいいのか。オッケー、変わったと思う。これでよし。こっちの方が配信しやすいね、やっぱり。なんかでも斜めるんだよね最近ここが。あ、こうすればいいのか。オッケー。ね、下からの角度だからね、そうオブチューになるけどね、こっちはね普通だからね。そう、さっきよりもビジュが良くなりました。あら不思議。あら不思議、ちょっとビジュが良くなりました。ちょっとね、ちょっとだけ。よしよいしょ。私はこれからカラオケさんを始めようかなと思います。よし。あ、てか今日そういえばさ、スクショタイムしてないからスクショしとく。現役2年生、高校2年生の制服。でも本当にあるよね、でもこういう学校ね、普通にあるよね。これでペンでも持っちゃう。ペンでも持っちゃう。適当な、じゃあシャーペンでも。そう、セカンド JK なので私は。いいっす。高校生でもこうやってやってるイメージ。こうやってギャルってやってる。高校2年生のにってことで。ここに。いいでしょう。そう、学校帰りのプリクラ感。ハート。オッケー、よし。あ、でも待って、充電、こっちの充電もないじゃん、やばい。ちょっと充電が溜まったらカラオケしよう。はい、優勝、嬉しいな。優勝らしい。あざとかわいい、あざとかわいい。いい曲。くしゃみが出る、くしゃみが出る。よいしょ。私音消すの得意なの、くしゃみのって聞こえなかったでしょ。つられてしまいました。日向坂さんね、いちごの猫がでもめっちゃ気になる。そう、サイレントくしゃみができるの得意なの。見てやろう、この野郎。今もまだやっとるかな、猫。あれ、繋がらない。
やってた。あ、やってた。おもろ。ヤオトンさん星ありがとう。ヤオトンさんハートありがとう。カラオケカラオケ迷子の誤算チョコポップありがとう。どうしよう、またあれかな、順番に充電してカラオケして、充電してカラオケしてをしちゃおうかな。残り1時間20分ぐらい。よし、水明さんクッキーありがとう。クッキークッキー、あれクッキーの、クッキー最後までよろしくお願いします。これは14日まで続くイベントなんですけど、よかったらクッキーで応援お願いします。このクッキーのポイントはこの写真集のイベントにも加算されるので、よかったらよろしくお願いします。カラオケシーチャオ、え、シティ48の曲で最初行きたいな。じゃあどうしよう、このやっぱり最初はこの曲からいこうかな。公演みたいだけど、公演感があるけど、先輩方がやってるこの曲から始めちゃおう。いるよねこういう高校生なんだけどさ、電車とかでさこうやってイヤホンを耳にしてさ、ね、登校中の高校生っぽくない？わかる？登校中の高校生。よし、じゃあ1曲目この曲から。もしこの世界から公共が消えたら、争うことなんかなくなるのに。ラララその花、誰のものかなんて、誰かと誰かが自分のものだとお互いに言い張った。どこから眺めていたって美しい花は変わらず美しい。奪おうとすれば愛はやがて踏みにじられる。もしこの世界から公共が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに。どうして何のため線を引くのだろう。そうたった一つの地球の上。ラララこれアロボットも、はい、いきます。希望はいつでも僕らの頭上に平等に降り注ぐ。日向も日陰も儚く、誰のものが決められないだろう。笑顔も涙も独り占めなんかできないよ。もしこの世界から公共が消えたら、多分困る人がいるんだろうな。この線のここから入ってくるなよと、勝手に旗を立て孤立するだけ。数えきれないぐらいの花が一面に咲いていれば、みんな
ことがどこなんて気づかない、幸せを分けてあげよう。もしこの世界から故郷が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに、どうして何のため線を引くのだろう。そうたった一つの地球の上、もしこの世界から故郷が消えたら、争うことなんかなくなるのに、見えない線ばかり勝手に引いたって、僕たちは自由を諦めない、美しいその花ずっと守りたいよ。ララ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 、はい、STU48 で花は誰のものでした。ちょっとお水を飲みます、喉が渇きました。おいしい。よし、次の曲、次他のグループさんの曲を歌おうと思うけど、あんまり歌ったことがないから歌えるかわかんないけど、ちょっと行ってみます。多分あるよね、表題曲だから多分あると思うんだけど、あった、次は分かんない、あの SKE さんと STU 私たちのグループ のコラボ あのライブとか行った方なら聞いたかもしれないし、表題曲だから、あと MV もすごい可愛いから知ってる方もいらっしゃるかも。私が SKE さんの初めて人生で受けたオーディションが SKE さんなんだけど、それのダンス審査で踊った曲です。いきます、いけるかな、サビは踊れる。世界はいい、じゃんじゃん青空、ゴーゴー突っ走れ、本当の気持ち。三世界はいい、サンシャイン降り注ぐ、この道誰よりも君を好きなんだ。SK48 さんの三世界はいい、頑張ります。難しい。2年前ぐらいかな、ちょうどに覚えてた曲。教室の中じゃ興味なんてないふりをしてた、指さして噂する男子たち、僕たちのマドンナにしようぜ、湿ったスーケツ。三世かわいい、ギャンギャンアファクスよ、ノッノッとキネキを平常を信じ、三世かわいい、マイハー大切なイノセンス、つぶやくよ、イエスイエス好きなんだ。うっかりと口を滑らせば大炎上を僕が今飲み込んだ片思い、胸の奥そう手を上げてる、ネガティブな告白を。賛成かわいい、ぴゃんぴゃん青空のゴーツパシレ、本当の気持ち。賛成かわいい、サンシャイン降り注ぐ、この道
誰よりも君を好きなんだ。賛成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 、ジャンジャン、ゴーゴー、ダブダブ、ハングリー、フー懐かしい、なんかキュッキュッキュッ、フー、賛成かわいい、ラブラブハクスよ、ノッノッときめきを、平常を信じ、賛成かわいい、マイハート大切なイノセンス、つぶやくよ、イエスイエス、好きなんだ、君を一番好きなんだ。SK48 さんで賛成かわいいでした。めっちゃ久しぶりに歌った賛成かわいい。次もう一曲歌ったら充電タイムにしようどうしような、次は何の曲にしようかな。なんか懐かしいっていうとやっぱり私は3期生でやったあの曲を歌いたくなっちゃうんだよね3期生でお披露目でやったこの曲をやりたくなっちゃうんだよね、どうしても。なんでだろうSTU48 3期9生です、いくぞー。会いたかった会いたかった会いたかった Yes、 会いたかった会いたかった会いたかった Yes、自転車全力でペダル漕ぎながら坂を登る、風に膨らんでるシャツも今はもどかしい、やっと気づいた本当の気持ち、正直に行くんだ、たった一つこの道を走れ、好きならば好きだと言おう、ごまかさず素直になろう、好きならば好きだと言おう、さらけ出そうよ、会いたかった会いたかった会いたかった Yes、 会いたかった会いたかった会いたかった Yes、 君にどんどん溢れ出す汗も拭わずに素顔のまま、木漏れ日のトンネル、夏へ続く近道さ、そんな上手に話せなくてもストレートでいい、自分らしい生き方でね、誰よりも大切だから、振られても後悔しない、誰よりも大切だから、この気持ち伝えたかった、好きならば
好きだと言おう、ごまかさず素直になろう、好きならば好きだと言おう、胸の内さらけ出そうよ、ララ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 ラ会いたかった会いたかった会いたかった Yes 会いたかった会いたかった会いたかった Yes会いたかったはい、AKB48 さんで会いたかったでした。最初のさ煽りさ気づいた人いない？何か最初の煽りなんかさ気づいた人いない？なんかあれだってなった人いないかな、最初の曲が始まるの前のデレデレデレンってところわかんないかなめっちゃ私的にツボなんだけど、あの始まるあのそう曲が始まる前の SG48 3期研究生です、いくぞこれはね6周年でお披露目で3期生でやった時に入りながらなんか入ってくるなんていうのその煽りをしながら入ってくるみたいなやつなんだけど3期生の初めてのその3期生だけどもステージというかなんていうんだろう曲の時にいちごやった煽りなんだけどこれで会いたかったの話になると 100% いちごいじられるからもう大好き6周年のやつそう思い出してほしいんだけどもう本当にそう入るときに大事に一応 HM13 研究生です、行くぞー、相手がどうして始まる、もうあれが本当に懐かしすぎてあそこから始まったなって思ってそんな懐かしい曲です、もうわかんない、多分3期生はね全員伝わるの身内ネタかもしれんけど、そうあのお披露目のいちごですこれは大好き本当にこれ、最近っていうか未だにね、なんか入った頃こうだったよねとか話すとき、6周年本当時間ない中やったよねみたいな、出向と会いたかったと夢力覚えたよねみたいな話してて、ね、会いたかったの話になると 100% 出るこのいちごの煽りのネタ、そう3期生ならそうみんなが笑うネタなんだよねこれ本当に大好きそう3期生の鉄板ネタを一つちょっとね教えました、会いたかったやるときは STM48 3期研究生です行くぞって言うんだよ本当に身内ネタすぎるんだけど大好きこれがリラックマさん、クッキーとハートありがとう、みんなもギフトたくさんありがとう、もう大好き本当にこれはいちごに行ったらねいちごで嫌がるから言わないんだけどね、大好きこれ未だに見るもんいちごのその様子を、会いたかった懐かしい会いたかった覚えんのにあんだけ苦労してたの、今はねねだいぶ覚えれるようになったな、今もまあダンスは苦手だけどだいぶ覚えれるようになった気がする会いたかった覚えるの大変だった、今思うとなんであんな簡単なのか覚えれないんだろうって感じだけど、最初はみんなで覚えたなって思う、引っ越してもう本当にほとんど練習期間がなかったからみんなでやったなって覚えてる、会いたかった、初めてと先輩とね立ったステージ、懐かしいです6周年、もうそれから今は7周年になろうとしてます、もう入りだてそう
ダンスそう本当にやったことなかったし、私もなんて言うんだろう、アイドルとしてじゃなくて一般人でおってもダンスがどっちかっていうと苦手な人だから、そうアイドルの中でも苦手じゃなくて一般人にいてもダンスが苦手なタイプだから、そう運動神経はねいいんよめっちゃ、ダンスあのダンスだけなの本当にできないのは、運動神経は本当にいいんだけど、そうあのダンスだけはもう避けて生きてきた人生だから、まさかそんな自分がやるとはそう思わなかった。そう会いたかったなんて簡単なんだよ、会いたかった会いたかった会いたかったイエス、今だったらもうね1時間かからないよ、しかもポジションも2ポジションしかなかったのに初日歌う、初日確かにいいね、初日歌うのもいいね、確かに確かに、もうねあれユミリンさんの卒業コンサートでやったのがすごい思い出、ユミリンさんが3期生とやる曲でこの曲を選んでくださったのも素敵すぎるよね、歌えるかな今も、懐かしいな初日ちょっと見てみよう、一人だけ踊れずに自信を失った日もある、ちょうど今日この曲聴いてたんだよね、わっイベント終わるまであと1時間らしい、最後までよろしくお願いします。私このイベントの目標は3期生で3位以内なので、今そうさっきランキング落ちちゃって4位だから、どうにか頑張って3期生の中で3位以内入れるように頑張ります。でも確かあれ初日ねあれなんだよね、ユミリンさんの時にやった曲のはワンハーフだったから2番はやったことないよね、2番やったことないけど 1サビ終わりまでやってみようかな、じゃあ待って、充電がやばいな、どうしような充電がほんと常にないから懐かしいな、でもエンジなんかそれユミリンさんのが終わってからショールームかなんか話してたけど、そうエンジンもした時で気づいた方もいらっしゃったみたいだね、お初日をやるっていいよね初日をやる前に結構もうねみんなユミリンさんの本当に 大切な大好きな先輩だったから、そうみんな裏でね初日がまだ始まってないのにリアチューとか泣いちゃってね、でユミリンさんが初日が始まる前に少しお話をされてたんだけど、それでもうみんなギリギリになってみたいな、だいぶ泣いてたよもう3期生半分ぐらい泣いてたんじゃないかな、そうえ2番の歌詞ねいいね、今ちょうど見てたんだけど、わこれはフルで歌えるようになりたいな、でもリズムはわかるからあとは歌詞のタイミングだよね、ね、なんかね私的にユミリンさんの卒コンでこれやった時の思い出がユミリンさんが披露する前にあれなのスピーチなんていうんだお話でそのセンターステージ真ん中にあったステージから私たちとやる本ステージの方歩いてきながらそう話してたんだけど、それでユミリンさんがST48 に入ってきてくれてありがとうって言った時にもうそれでもう来ちゃったもん入ってきてくれてありがとうなんてもうね嬉しかった、本当にユミリンさん大好きまたお会いしたいなどこかですごいナスちゃんクッキーたくさんありがとうユミリンさん、また会えるかな、号泣だよね、そうもうそうみんな入ってきてくれてありがとうって言った時がもう本当にやばかった、本当になんて素敵な先輩なんだって思ってずっとね私もそうユミリンさん、大好きだから寂しいけどそう入ってきてくれてありがとうはもう本当にやばすぎるよね、もう本当にやばかった、でも桜の木になろうだっけな、もうやばかったね、3期生だいぶ泣いてた、もう3期生は最後の辺に出てくる形だったんだけど披露するのは
もう出る前からみんな裏でもう泣いちゃってたからみんなで涙拭き合ってステージ立ったもん曲の途中から出る感じだったんだけど、そうみんなねえ寂しかったから、特にね、そう中学生組がもうボロボロで寂しいよなって思って、私も寂しかったね。桜の花びらたちいい曲だよね、歌っちゃおうかなこの間私桜の花びらたち、そうそう、うん、歌って泣いちゃったんよねもうダメ、そう同期が離れちゃうのかっていうので寂しくて泣いちゃったわあすごい、ナスちゃん、もしかしてタバかな、もしかしてもしかして書いておこう、ナスちゃん、うん、よいしょ、ありがとうございます本当に、みんなたくさんありがとう。どうしよう、充電一桁で今なんとかやってるんだけど、初日を一回じゃあ歌っちゃおう、ちょっと今度はフルで歌えるようになりたいな、とりあえず一旅おばけまでかな、いい曲だよね、え多分入ってるよね、ファーストラビット、いけるかな、いちごなんか瀬戸に入れてなかったっけ、いちごはこの間作ったやつで、けん、あーどうだろう、ちょっと練習が必要かもしれない、あ初日ある、あそう一桁でずっと持ってもらって今 7% だから本当に充電がない、最近 100% っていう字を最近見ないもん。じゃあ初日一旅終わりまで行きます、私は立てる憧れていたステージ大歓声拍手と熱気の中、厳しいレッスン自分の壁乗り越えて迎えた今日、チャンスの幕が開く、一人だけ踊れずに帰り道泣いた日もある、思うように歌えずに自信を失った日もある、いつもライバルが輝いて見えた、夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花、その努力決して裏切らない、夢は汗の中に根を出してずっと待っている、いつかきっと願い叶うまで、よし、ダメだダメだ、このなんか泣けてきちゃうね、これ思い出しちゃう、ダメだ初日でした、思い出しちゃう、なんかねこの歌詞はそうそうなの、共感するのも多いから歌詞がすごい、私はねそうダンスが苦手だからね、一人だけ踊れずにってねすごいわかるんだよねこの歌詞、いちごと話してたんだよね卒婚の練習の時とか、そう一人だけ踊れずに帰り道泣いた日もある、思うように歌えずに自信を失った日もあるって本当にこの通りなの、そうお、そうなの、ダンスが苦手だからね、もうどんだけどんだけ苦労したか、最初は特にね、だからねこの曲はすごい自分も共感できる、2番の歌詞もいいね、用意して休んだ時もある、悔しくて泣いた日もあるって、学校とレッスンの両立に諦めた日もあるって、もう私のことって感じなんだけど、そうねメンバーのそうね心情歌ってるから
ね、だけどアンコールがどこかで聞こえたって。素敵すぎない？この曲。もうね、なんかこの学生でアイドルをしている子に本当にぴったりすぎるかも。大変だからね、そう。学業もあってでの活動は。両立本当に大変だから。簡単にね、そうできることじゃないから。努力決して裏切らないと、もう本当にいい歌詞すぎる。今こうやって改めて見るといいな本当にね。秋元先生気持ちが分かってる。本当に次は何を歌おうかな。どうしよう。最後に歌う曲は決めておきたいな。最後って何の曲で締めるといいんだろう。 ST の曲だったらペダルヘタレ。盛り上がる曲がいいよね。ペダルか。でも夢力とかがないからね。最後は何がいいんだろう。エガちゃん、バレンタインのラストの時に歌うかなって思ってる。夢力そう歌いたいんだけどさ、夢力入ってないよね。夢力出そうぜ。あのお披露目でかすみがこうやってやるやつ大好きだったんだよね。懐かしい。夢力は3期生のお披露目公演で最初の曲だから。人生なんてどこまでも坂道ばかりで、真面目に生きるのが嫌になってくる。走り出したあの頃は平坦な道だったから、疲れなんて感じずに先を急いでたよ。ペダルかヘタレかサングラスで。確かに確かに最近サングラスやってないからさ、寂しいんだよね。まあ夏の定番曲っていうのもあるけど、サングラス最近やってない。歌えるかな。サングラス英語が苦手すぎて本当に。サングラスデイズ。みちさんの見たいな。砂浜にめそべクラスメ。いけるかな。確かに。どうしよう、最後の曲を。最後じゃあ3連続でその曲をやればいいか。あ、最後サングラスペダルヘタレって順で最後はじゃあ終わらせよう。それだけ決めとこう。よし、それ決めて、それ以外に何を曲歌おうかな。もっといろんな STN48 の曲が入ってほしい。これからかなり攻めてる。あるね。ブフだけ。砂浜に寝そべクラスメイ、たまに攻めてるシーズン、太陽は成功をちょうだ、最高気温は何度だろう、今日まで気づかなかったよ、学校の制服もこうさ。春夏秋冬って入ってたっけ。入ってない気が。入ってたっけ、わかんない。入ってないね。入ってない曲が多いもんね。悲しいね。もっといろんな曲を歌えるようになろう。こんばんは。や
ばい、もうイベント終わるまであと50分ちょいだ。そう、春夏秋冬好きなんだよね。あの頃一番好きだったのは、原点も入ってないの、近くの一本道ダンキシェン、ダンキシェン、ダンキシェン、わかるよ。出会えたことだよね、それを運命。やっぱ乃木坂最高だな、だなだよね、わかるよ春夏秋冬いいよね、春夏秋冬大体ね。春夏秋冬、春夏秋冬、うん、ももさんのあと何回見られるのかな。キュン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 の一斉キュンキュン、どうしようかな。よいしょ、盛り上がる曲っていうと何があるんだろう、他のグループさんとかも合わせるとどうなんだろう、難しいな。すごい AKB さんの曲の多さ盛り上がる曲、この曲があるよ。この間最後まで歌えなかったから。よし、ライブの定番曲かも。よいしょ、あ、ガールズルー確かにいい。幸せだったらこの時間が続くように、ずっとずっとずっと祈っているよ。風に吹かれても僕がその花を守る。愛とは返事を求めない声さ、一方的に送るもの、太陽の下笑って歌え踊れ自由に。君のことが好きだから僕はいつもここにいるよ。人混みに紛れて気づかなくてもいい。君のことが好きだから君と会えたそのことだけで、温かい気持ちでいっぱいになる。君が悩んでる時はただ黙って聞きながら、雨を避ける傘を傾けよう。その涙、見えない指で拭って。恋とは静かに広がってく波紋、その中心が君なんだ。負けずに夢の空を見上げて、君のことを思うたび巡り会えたその偶然。人生で一回の奇跡を信じてるよ。のしく君のことを思うたび僕は神に感謝してるよ。振り向いてくれるのは永遠の先。今日は写真集イベントの最終日です。残りはあと
40分しかないんですけど最後までよろしくお願いします。よかったら14日までついてるこちらの作品の方もよろしくお願いします。最後まで全力で勝ち抜けます。よろしくお願いします。君のことが好きだよ、僕はいつもここにおるよ。人混みに紛れて気づかなくてもいい。大好き、君のことが好きだから、君と会えたそのことだけで温かい気持ちでいっぱいになる。昨夜なんか頭の中でこうやって歌おうって思ってても歌詞が画面に出てるからそっちに なっちゃう。どうしてもえ、昨夜なんだっけ、君のことが好きやお、好きだもん、え、好きだもんだっけ、言うだと好きだもん、君のことが好きだもん、僕はいつもここにおるよ、おるよ、人混みに紛れて気づかんくても、気づかんくても、よかな、また岐阜だとむずいな。え、今度しっかりちゃんと岐阜弁でやりたいな岐阜弁 SKE さんとかだとどうなんだろう、変えたりしてるのかな。そう方言に、そう方言に、そう戸惑っちゃう方言、君のことが好きだもん、僕はいつもここにおるよかな、人混みに紛れて気づかんくてもええよかな、なんやろ岐阜弁むずいな、むずいな、すぐに頭で変換して歌うのはちょっと難易度が高かったですとっても高かった。ちょっと君好きツアーで初めてやったねツアー懐かしいな、懐かしいツアーが、だってもうツアーからだいぶ経ったよね、もうだって半年とか経ったのか、ツアーから、うわー早いな、千秋楽懐かしいな、原点をもう一回歌いたい。何かが終わるなら次の何始めればいい、夢から覚めるなら違う夢を見てみようか、僕は原点に帰るよ、大好き、本当に大好きこの曲大好きな曲、よいしょよいしょね、千秋楽が9月とかでツアー回ったのが7月8月とかだからね、早いね。そういきなり泣いた目は誰だったっけ、香川公園だっけ、確か香川の一部じゃなかったっけ、誰だったっけ、誰だったかな、千秋楽も多かったよね、千秋楽懐かしい、千秋楽先週から楽かも、もう5ヶ月とかなんか早いな、5、6ヶ月、あ、でも半年ぐらいか、早っあ、びっくりした、私もびっくりした、自分でもなんで出てきてるのか最初分かんなかったもん、なんでってなった、懐かしい、そんなこともあったね、懐かしいね。あとなんかツアーでやった曲ってなんかあったっけ、ツアーの曲なんかやりたいね、曲とかやったよね、県別の曲とかは入ってないし、カラオケはどうしよう、びっくりしたよねなんかあるかな、
んかツアーでやった曲で最近歌ってない曲あるかな。でも入ってない曲も多いからな。ツアー懐かしい。どうだろう。あ、連絡あった時、言ってたねそれ。びっくりしたよね。奇跡という名のストーリー、この手が届く世界は好き。でも入ってなかった気がするんだよね。ちょっともう一回見てみよう。アンナさん好きな曲だよな、この曲。この曲大好きだよね、アンナさん。あー入ってないか。あー入ってない。歌いたかった。感覚から始まる、あれってなんていうんだ、この先にやる人と後から入る人でタイミングが違うから、なんだっけな、私時によって先の時も後の時もあるから、うわーいつも頭がこっちになるって思ってた。ここから始まる、ここから始まるだから、この曲ノアピさんのイメージが強い。自分の可能性信じてみようか、そこから始まる未来への道がヒストリー、誰かがきっと見守っててくれる。確かにこの曲最近やってない。ヤミリーさんのが最後かな。ないな、どうしような。どうしよう。ガールズルル、無謀も確かにやってたね。結構瀬戸井の最初の辺だった気がする。懐かしいな。リーチと歌わり一緒だった気がする。一杯の水入ってないの。真夏のこの暑さが僕は嫌いじゃないんだよ、直射日光を浴びてると生きてるって気がするんだ。懐かしい。これは兵庫でやったかな。香川は恋は仮病中だった。この恋は仮病中だったから。最後の山口かながウィッチーズビッチでね、えすごかった。ウィッチーズビッチを覚えるの大変だろうなって思って。そう、カップリングの曲は全然入ってないから悲しい。覚えるの大変だったって言ってたもん。大変やわね、この曲は本当に。ここがなんか待って、最後が最後曲でしながらで、曲の何分間か思い出してよかった。思い出してよかった、確かにいいね。どうしよう、最後の辺の曲を。そう香川で、そううどんがね3種類あってね、あれだ冷凍のやつを間違えて選んじゃったやつ。でも本当に美味しかったんだよね、あのうどん。かなり食べ慣れてるなからなんかね。わかんないけど美味しかったんよ。でもあかりんさんが作ってくださったのも嬉しかったし、そうあれもびっくりしたな。なんか濃縮バージョンのセンブリ茶みたいなの飲んで、その後公演が終わった後はまだ口の中がおかしかったもん、しびれてたもん。そう冷凍がそう美味しいんよ本当に。私今ちょうど冷凍庫にあるもん、冷凍のうどん。
そう冷凍、そう冷凍のさぬきうどん今冷蔵庫にあるもん、好きだもん。美味しいやつを最近一番に教えてもらって買った前、一緒に出かけた時に。充電がやばいなあと30分ぐらい、30分だと1曲でも3、4分の方が多いか。最後の辺の曲は今大体考えたんだけどさ、これ全部足したら何分になるんかな。5分、どの曲も長めだ、19分とかか。どうしよう。あと1曲くらいなんかあるかな。充電の持ちもやばいっすね。どうしよう。個人的にやりたい。じゃあここに1曲をして、思い出せなくなった。こんな感じでいいか。あとちょっとだけ、あとちょっと5分ぐらい話したらその後はもうカラオケでぶっ通しでやろうと思いますやばもう30分来た、早い。あーこんばんは。そう確かに充電しながらねカラオケできるのがベストだけど、できないからね。今もう画面のねあれなんていうんだ、明るさを一番下げて少しでも充電がすぐたまるようにしてるんだけど、それでも遅いね。こっちに切り替えた方がいいかな。こっちの方が早いかも。あーたくさんありがとうギフトをちょっとめっちゃ暗くしすぎてごめんね。マキさんクッキーたくさんありがとう。松田さんクッキー、みーくんクッキー、よしみさんクッキーありがとう、佐藤さんもクッキーありがとう。そうね、充電しながらマイク使えるやつがね、確かにどうにかして手に入れなきゃだよね。え大変。これは三浦さんかな。三浦さんチョコポップありがとう。新芸さんチョコポップありがとう。あれでもこれで時間配分ミスったりしてさ、なんかあのねだからな、どうしような。この状態ならいけるかな。と、あでもちょうど今ぐらいから歌い始めたらいい感じかも。ちょっと充電がないから途中止まっちゃったりしたり曲抜くかもしれないけど、もう歌っちゃいます、時間がないので。そうだ最後もう最悪アカペラで歌うので、よしじゃあここ
3曲連続で聴きます。後半3曲は SJ の曲からですね。よし行こう。1曲目は多分ねみんなの前で歌ったことないかも。でも私がカラオケ行くと絶対に外せない曲だ。うん。なんかよいしょ。よし行きまーす。制服だからちょうどいいかも。人が溢れた交差点をどこへ行く、似たような服を着て似たような表情で、群れの中に紛れるように歩いてる。誰かと違うことに何をためらうのだろう。先行く人が振り返り列を乱すなとルールを解くけど、その目は死んでいる。君は君らしく生きていく自由があるんだ。大人たちに支配されるな。初めからそう諦めてしまったら、僕らは何のために生まれたのか。夢を見ることは時には孤独にもなるよ。誰もいない道を進むんだ。この世界は群れていても始まらない。イエスでいいのか、サイレンマジョリティ。どこかの国の大統領が言っていた。声を上げない者たちは賛成していると。選べることが大事なんだ。人に任せるな。行動をしなければ脳と伝わらない。君は君らしくやりたいことをやるだけさ。番号全部になり下がるな。ここにいる人の数だけ道はある。自分の夢方に歩けばいい。見えアップライドの鎖につながれたような、つまらない大人は置いてゆけ。さあ未来は君たちのためにある。ノーと言いなよ、サイレンマジョリティ。多分歌ったことないよね、この曲。実は踊れるよ、サビなら。誰かの後をついて行けば傷つかないけど、その胸がそれだとひとまとめにされる。君は君らしく生きていく自由があるんだ。大人たちに支配されるな。初めからそう諦めてしまったら、僕らは何のために生まれたのか。夢を見ることは時には孤独にもなるよ。誰もいない道を進むんだ。この世界は群れていても始まらない。イエスでいいのか、サイレンマジョリティ。で、サイレントマジョリティでした。次はこの曲です。
スタートしろスタートしろ。あ、カイトさんありがとう。大丈夫ちょっとお久しぶりだ。ありがとう。この間も歌ったけど、この曲で。僕の声は聞こえるか、風の音で消されたのか。ずっと叫び続ければ届くと信じていたい。お互いが壁に遮られて存在見えなくても、僕たちは同じ時代を生きてるんだ。故郷なんて意味を持たない。たった一つのあの太陽の下、どこも光は平等だよか。悲しいことも嬉しいこともあるだろう。それでも止まらず世界は回る。もうすぐ夜明けだ。誰かの声がする。生きてさえいれば仲間じゃないか。ああやばい助け合う。やばい、充電大丈夫かな。君の声が聞こえるよ、広い空のどこかから。語るような愛の歌、誰も皆口ずさんでる。美しい愛のそのメロディー、言葉がわからなくても、なぜだろう。同じ時代を生きる意味は、どこで生まれてどこで育っても、たった一つの命を授かって、何をするため、ここダメだ。幸せだとか不幸せ繰り返し、この空見上げて今日は終わるよ。今こそ未来だ一緒に。ダメだ。ここで生きてれば絆ができる。僕は君だ、分かり合えるよ。君は僕だ、知ってるだろう。この地球上は争うことなんかない。一つの星だ。ありがとうございます。残り、20分切りましたが頑張ります。同じものすべていつでも見てるんだ。希望を持つか絶望するか、世の中が変わり、いつしか人が人を愛せない日が来たら立ち上がろう。僕たちは同じ時代を生きてるんだ。故郷なんて意味を持たない。たった一つのあの太陽の下、どこも光は平等だよ。悲しいことも嬉しいこともあるだろう。それでも止まらず世界は回る。それぞれの土地からここまで集まってきた。ほら世界は一人じゃない。ああああ
ごめんなさい、最後で切れちゃったけど、次の曲いきます。時間がやばい。久しぶりにやる、歌えるかな。砂浜に寝そべるクラスメイ、かなり攻めてるスイスーツ、太陽王は絶好調だ、最高気温は何度だろう、今日まで気づかなかったよ、学校の制服はコンサバティ、君はずっと髪を束ね、おとなしいタイプだと思ってた、ああああ僕の知らない君がいて、君の知らない僕がいる、それが恋の始まり、サングラスで君はいつだって眩しくて、ちゃんと見れなかったんだ、今夜で僕はカッコつけてたけれど、本当は恥ずかしかっただけ、あっという間に過ぎ去ってゆく青春とはさあな。上半身だけ起こして名字にくん付けで呼ばれた、僕はどんな顔してれば、やらしい目で見てないって信じる、いつの間にかの君がいて、いつの間にかの僕もいる、二人大人になった、サングラスで僕はかけないつもりだった、だって似合わないだろう、 18 なんてずっと先のことじゃないのか、君にはどう見えてるのかな、わかりにくい些細な変化、グラデーションさな、イベント終了まで残り13分、最後まで全力で頑張るんで、ずっとずっと見ててください。サングラスで君はいつだって眩しくて、ちゃんと見れなかったんだ、グロイアで僕はカーツをつけてたけれど、本当は恥ずかしかっただけ、あっという間に過ぎ去ってゆく青春とはさま、ララ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 ラ48でサングラスデイズでした。次も STU48 の曲からいきます。よしよいしょ、やばい、あとイベント終わるまで残り11分。
どうさあヘタレたちよ頑張れ。期待されてないってさすごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし一生懸命やらなくていい。頑張れって言葉これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。向きになることない。辛くなってしまったら歩けばいいし休んだって問題ない。人は誰だってだらしない生き物だけど変わってみたくなる。そうこれをきっかけに行け。ああ下手ねたちよ、ここらで一丁走ってみないか。さあ一度ぐらい何が何だかわからないまま本気出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶりに全力で最高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 気持ちいい自分に、せーの頑張れ。必死なのってさなんかかっこ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな。やるよ僕も適当に。力の入れ具合誰もそれぞれだろう。汗をいっぱいかいてるやつとか肩で息つくやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、自分なりのペースでつつつつつまげ浮かんだ歩幅が違えばスピードも違う。順は競わないよ、さあゴールを目指そう。進め。ああ落ちこぼれよ、無関心のまま生きててもいいけど、そう本当は昔は流行りからが走っていたんだろう。それをやる意味は何もない、しらけてるだけじゃ逃げられない。それでも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 腰を上げて頑張れ。残りイベント終了まで8分です。ちょっと10年がやばいんですけど最後まで全力で頑張るのでついてきてください。このイベントは今日で終わってしまうんですけど、バレンタインの方も現在2位でちょっとピンチなんですけど、引き続き頑張るのでこれからも応援よろしくお願いします。褒めてもらえない、僕らの人生そんなのどうでもいい。さあやるかやらないか、いくぞー。ああ下手れたちよ、ここらで一丁走ってみないか。さあ一度ぐらい何が何だかわからないまま本気出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶりに全力で最高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 気持ちいい自分に、頑張れ。僕はずっとヘタレだって言われてきた。自分もヘタレだって思ってきた。ここで1回ぐらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。ヘタレだってやるときはやるよ。あ、やばい残りの10年が1本やってた。やばいやばいやばい、本当にやばい。ちょっと待って、残りもう1曲歌いたい曲があるけど、これはじゃあもうアカペラでなんか歌う。アカペラで待って。
歌えるかな。アカペラでちょっと歌いたいと思います。あ、こっちの充電もいっぱいやばい。でもいけるよね多分アカペラでも。あ、こっちが切れた、やばい、どうしようどうしようどうしよう、やばいやばい。いっぱいどうしよう。ゆたり脱歌おうかな。じゃあ、昨日を見た夢、その面白さをどんなに一生懸命喋っても誰にも伝わらないように、もどかしさって妙にイライラしてくるよね。必死な私が抜け出して、客観的私を見てる、情けなくて笑えてくる。じゃあなんか応援してあげればいいのに、そばにいるだけで何もできないし、悲しいバイトは全然違うよ。寝てなんかいなくて起きてる、ここでずっと立ってるのに私何も気づいていない。じゃあここにいる私は誰、幽体離脱は別世界、どっかにも一つの地球があって、時空のような軸が重なってしまったのか、それを見てる3人目の私。2番いきます。恋もどこかが似ている気がする、こんなに一生懸命なのに、気持ちと何かが合ってない、口の動きがシンクロしないアニメ。それじゃ魂抜け出して、何ができるかっていうと、実は声出せないルール、その代わりふわふわと宙に浮かんだりして、頭の上から見下ろしていられる。計画立て人は言うけれど、私は確かに経験してるし、実際自分の目で見るとこういうことだってあるんだな。狭すぎた今までの知識、幽体離脱は訓練次第、好きな時いつでも抜け出せるよ。過去と現在と未来がねじ曲がった瞬間、どこにもいない私がいる。こんばんは、いきます。嫌なことってのはなくならないし、そう振り回されるだけだから、その場から気づかれないように意識だけ抜け出そう。最後、悲しいバイトは全然違うよ、寝てなんかいなくて起きてる、ここでずっと立ってるのに私何も気づいていない。じゃあここにいる私は誰、幽体離脱は別世界、どっかにも一つの地球があって、時空のような軸が重なってしまったのか、それを見てる3人目の私、仲良くやろう。よし、充電がちょっと溜まったので最後1曲いきます。大好きなこの曲で終わります。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう。くじけそうな時には風を味方にして、背中を押してよ。ペダルこいで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。僕は乱れて足が溢れ出す、急な坂道は続いてる。もっともっと先へ、そろそろこの辺りで足をついてしまおうか。弱音を吐きたくなる、もうこれ以上走れないよ。僕たちの自転車はなぜに
急いでいるのか、ただがむしゃらに理由聞いたとこで何になる。目指してるゴールはいくつの谷と山を越えればいいのだろう。ペダル止めて休んだ車輪の分だけチャンスとざかるもの。太陽は沈み星が輝いて、明日の背の道を照らすぞ次は。あイベント終わりかな。でもこの曲は最後まで歌い切りたいと思います。最後まで応援よろしくお願いします。クッキーの方もお願いします。すごいクッキーたくさんありがとう。生きることはペダルを踏み続けること、誰も苦しいものだ。自分のためだと答えは出ている。どんな道のりも人生だ。ペダル漕いで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗は溢れ出す、急な坂道は続いてる。もっともっと先へ。イベント終了しました。ありがとうございます。よしオッケー、よし充電に切り替えてはい、ラストはペダル最後まで応援してくれてありがとう。すごかった。最後レインボースターとかクッキーとかも本当にありがとう。イベントなんとか学生でねちょっと時間制限とかある中だったけど、この1週間毎日3時間ちゃんとフルで走り切ることができました。ありがとうございました。もう本当にありがとうございます。あーありがたい、本当に嬉しい嬉しい。あとラストはまああれですね、ラストの順位をが出るのを待つのと、このあとまだちょっと続くんですけど14日までバレンタインの方、バレンタインの方は本当に絶対に1位になりたいので、バレンタインの方も最後までよろしくお願いします。あー終わっちゃったイベントがなんか最後が一瞬すぎて実感が湧かないけど、ありがとうございます。もうやばいやばい、あー楽しかったすごいめっちゃ盛り上げてくれて最後ありがとう。あモテクイーン逆転したの、ありがとう。えデパコスも60万ポイントも達成したってこと、これはもうありがとうございます。わーデパコスゲット、もうありがとうございます、ありがとう。わありがとう。1位狩崎嬉しすぎる。そうここ今指が当たったんだけど、そうピーチやっちゃったんだよねありがとう、もう嬉しい。この調子でちょっとあのバレンタインの方も本当にハンデがあるのは分かってるし厳しいのは分かるんですけど、ラストまでちょっと頑張ってどうにか1位を奪還してそのまま1位でゴールできたらなって思います。もうありがとう本当に、なんてみんな素敵なの、ありがとうございます。ちょっと充電こっちのどうなんだろう、あのバレンタインの方はどんぐらい差があるのか分かんないけど、ああもうありがとうあオイラの指か私の指も今こう怪我してる、指も本当にありがとう。もうクッキーがすごかった、もうクッキーのなだれすぎて指が私も含めてだけどみんな指がもう本当にありがとう。デパコスもありがとう。デパコスちょっとデパコスさ選ぶのさみんな一緒に手伝ってね本当にありがとう。どうしよう
かこの配信もうちょいだけ話とかお話とか続けようと思うけども、ありがとう指プルプル。それはちょっと今日はお風呂入るときにもうあの癒してあげてください。ありがとう、もう指プルプルになるまで応援してくれて嬉しかったです。もう初めてかも、このなんて盛り上がり指標が1万も超えたことなかったの、今もう2万超えちゃった、やばい。いや休憩は全然、そのあ体調悪いの、それは休んで。カイトさんありがとう来てくれて、最終日のぎらいありがとうございます、もう本当に。みんなありがとう、たくさん応援してくれて嬉しいです、本当にありがとう。最後の枠楽しかった。順位ってちょっと後とかに出るよね、どうなんだろう、もう出たのかな。 2.5 期生さんすごい気になる、どうなんだろう。ありがとう最後まで応援してくれて、うわー楽しかった。嬉しい、これがちょっと嬉しすぎる。スクショして誰か、誰か、あお母さんが感動したってきた。ちょっと誰かスクショ、この指標が私すごすぎるんだけど、あー嬉しい、クッキーも1位ありがとう。まだ今が半分ぐらいだけど、このラスト頑張りたいです。あ多分7位、なるほど、トップ3入れたぞ、ありがとう。ちょっとギリギリまで、そう実は8位だったから7位入れるかどうか分かんなかったけど、ありがとう、お母さんからお礼をってきた、もう本当にありがとうございます、本当にありがとうございます。もう優しい皆さん、もう7位いけたかな、じゃあ7位いったと、なんだっけ順位は確かあれだよね、暫定の順位はちょっと後に出て、しっかりとした正式なのが次の日の正午に出るよね確か。確かオーディションの時もそうだったはずだから、そう、あそうなんだ、どうなんだろうね、1位2で1位争いと3位争いがすごかったと思うんだけど、どうなのか分かんないけども、ありがとう最後まで応援してくれて。じゃあ7ってか、勝手に7だと思っといて、ちょっと7ってポーズしとくね、7、あいつのあれだ、誕生日と誕生月。7 これで8だった時が悲しいんだけど、ありがとう、もうお父さんも感動したってきた。ありがとう最後まで見てくれて、優しい。サンクラスデイズもしかしたらショールームでさ歌うの初めてかも。サイレントマジョリティも初めてだったし、間に合わなかった、いや来てくれてありがとう、もう本当に7にそう縁があるの、本当に7に縁があるから、私そうなの、もうありがとうございます、もう本当に感謝しきれません、ありがとうございます。どうすればいいんだろう。もうありがとう、もう本当にありがとうしか言えない、もう本当にありがとう。嬉しい、これからも頑張ります、奥田君の準備、もう本当にありがとうございます、最後までありがとう。でもこれの層が終わって一息つきたいんですけども、そうクッキーの方を本当にもう最近もうクッキーのことがずっと頭にあって、1位になれなかったらどうしようとか、そうアバターみんなでお揃いにしたいなとかって最近ずっと考えてるので、そうあのクッキーの方、クッキーモテクイーンになれるように頑張ります、よろしくお願いします。すごいみんなの優しさを超感じてる、楽しかった、楽しかった、感動。ありがとう、これあでもこっちのがあった、充電するのあった、もう
本当にありがたい。そうまだそうバレンタインがあるので、バレンタインは14日までなんで、今日が9で今日を抜いたら10、11、12、13、14のあと5日間になります。あちょっとね、そうバレンタイン厳しいかもしれないし、最終日のねイベント終わる前2時間とかできないんだけど、どうしてもそうそうなの、あの絶対に1位になりたい、モテクイーンになりたいので、アバターも欲しいし、そう香水も欲しいし、そうこのクッキー1位になったら再現配信もしたいので、よろしくお願いします。いやーこちら、いやもう配信来てくれてありがとう、最後まで見てくれてありがとう、クッキー次はこのバレンタインが終わるまでのクッキーよろしくお願いします。そうだね、デパコス、そうデパコスの、そう届いたらデパコス、そうあの可愛いデパコス買うので私紹介します。みんなのおかげで手に入れられるデパコスと、そうチョコレートなのでちょっとチョコレートもさ、あのこの間あかりんさんにいただいたアンパンマンチョコも、もう本当にもったいなくて食べれてないんだけど、みんながそう応援してくれたおかげでゲットできるチョコもちょっとありがたすぎて食べないかもしれないもう本当にありがとう、嬉しい。デパコス、そうデパコスを使っての配信を見てください。普段はあまり使ってないので私デパコス使わないね、そう腐るから、確かに食べなきゃいけないけどもうありがたすぎて、本当に賞味期限ギリギリまで取っておきますありがとう、優しいんだから本当に。もうみんなちょっと見てみよう、イベントとキャンペーンのと、でなんかオーディションの時はさ8時に終わってイベントが、それと同時にルームも消えたから、こうやって後から話すことできなかったけど、これ今さこうやって話せてるのが嬉しい。ボーカルの時も思ったんだけど、本当に嬉しい、ありがとう、いやみんなのおかげだ、ありがとう。待って、リコチさんのところの桁がすごい、なんてこと、すごい、やばい、え暫定7位なの、本当に、ちょっと見てみたい、どっから見えるかな、過去のイベント、ここか、そう冷凍庫、確かに冷凍庫入れれば確かに持つ。終了済みで研究生は、本当だ暫定7位っぽいね、見た感じ、ありがとう、1位リオツンさんだ、すごいすごい、ちょっとバレンタイン、あ先輩のも見たい、正規メンバーさんのも見よう、すごい、あっ秋前さん公演決まったの、うわー嬉しい、え待って、モテクイーンの10万ポイント差ついてんの私もうやばい泣いちゃうからやだいろいろ嬉しい、秋前さん公演決まったの、行くしかない、本当に待って、嬉しい報告すぎる、待って北沢から沖前公園できた嬉しい嬉しい、あもうみんなありがとう、北沢からも連絡来た、北沢から来た、やばいなあ、へ暫定、わかんない、これ暫定かな、1位あかりんさんかな、すごい、1位2位と3位4位のすごかったけど、こんな感じになったのね、すごい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 、暫定だけど、えすごいすごすぎる、本当に、わあ、愛子さんが3位っぽいかな、すごいすごい、正規メンバーさんもすごいことになってた、ねえ泣いちゃ、まだここじゃ泣いちゃダメだよねねえ、いろいろ嬉しい、本当にありがとう、
一人で300万ポイント、いやーすごい。そうクイーン、そうクイーンまだまだ頑張るのでよろしくお願いします。もう本当にちょっと待って、自分でも見てみたい、ちょっともう嬉しすぎるかも、もうみんな好きダメ、本当にありがとう、こんな嬉しいことある、もうありがとう、テクイーン新人枠、もうここまで来たら新人枠絶対に、うわほんとじゃん、13万の差がついてる、もうありがとう、好き、もうありがとう、びっくり、ご公演ある、お決まりさん、なるほど、おおおわあ、手が震えちゃう、もうありがとう、もういろいろだね、もうまだまだね、そうあのまだそうあのバレンタインは続くんですけど、よかったら最後までよろしくお願いします。そうこれ今で10万ポイントの差ってことは20万ぐらい差をひっくり返してる、いやそっか、確かに配信始めた時まだ差があったもんね、うわもうダメ、今感情がいろいろ入ってきてる、さっきはなんか情報がいろいろ入ってきたけど、今感情がいろいろ自分の中が溢れてるから、そうダメ、もうありがとう、みんな応援してくれて、ちょっともう嬉しいです、ありがとうございます、もうあーみんなもうありがとう、優しいから本当に大好き、もうありがとう、もう感情がダメ、今いろ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 なのが混ざってる、もう本当にありがとう、うれしい、嬉しいよ、本当にどうなんか写真を撮りたいな、この状態を、いちごがハトに分けて書いてあってる、そういちごさんにさっき言ったんだよね、あのいちごさんのハトかファンの方、ファンの方たちにも 何をそうお決まりさんがするのかをそう聞いてるから、そう情報が早い、いちごの方が早かったら今日家来ていいよって言ってたから、いちごは私の家に来れないなんて嘘なんだけどそういちごさんが先に来るか、そうここにいるルームの方が来るのかどっちかなって思ってたけど、結果はファンの方だったみたいなので私の家に来れるってことかなそう いちごが先だったら今日家来ていいよって言ってたから、いちごは来れないと思いきや、まあ、まあ来てもいいんだけど、そういちごが返信くれるんでごめん、今いちごあの携帯から配信してるから、今 LINE が携帯入ってるから返せないのごめん、いちごごめん、北沢ごめん、ごめん北沢もおもろそう北沢、そうファンの方が早いか北沢が早いかでそう競ってたから、ありがとうねみんな教えてくれて、ちょっと待ってどうにかしてさ、そう撮りたいんだけどさ、団長のみんなとこの点、その得点の得点盛り上がりのと、もう優しいから本当にありがとう、返信したい、えドラさんでもやるの、ソラハさん回して3人で、えどういうこと、待って気になりすぎる、え何で今ショールームで発表してるの、 X 何それか、あれスペース、4月20日ドラさんでコンサート、嬉しい、待って嬉しい、それはそうなの、何でショールーム、何で発表されてるんだろう、もうよかった、それは嬉しい、お決まりのショールーム、沖さんのショールームで発表、なるほど、うわーなるほどね、もうありがとう教えてくれて、はあありがとう、ちょっと待って嬉しい、本当にありがとう、これ部屋の背景が映っちゃうどうしたらいいんだろう、どうにかしてさ写真を撮りたいんだけど、みんなと奥沢コンサート、わかんない、私か北沢が卒業する時にあるかもしれないよ、奥沢、そう、うわあ、うれしすぎる、私なんかね、そうこ
あの2人から発表があるってなった時に、木前さんのコンサートかな、それかドラさんの方でのコンサートかな、でも何かしらね、そうやってそのドラさんの方でのかなと思ってたら、どっちもかなって、嬉しい。それは、あ、卒業セレモニーいつですかいつですかわあ嬉しい、なんか夢が叶う日もう今日は記念日だから、もうみんな記念日ね、今日は。ありがとう。ちょっとみんなと写真が撮りたいけど、背景があまり綺麗じゃない。これをタイマーつければいいかな、3秒とかにつけといて、壇上のみんなと撮る。あ、でもこうやって撮っといて後からちっちゃくすればいいのか。こうやって撮ればいいのか、こうすればいいのか、よいしょ。はい、チーズ、チーズって人はみんなコメントしてくれるかな、いる人。じゃあ撮る。でもこれ、はい、タイミングは難しいもんね。タイミングが難しいけど、ちょっとお父さん写真送ってこないで、ちょっとお父さん名前バレるから、ちょっと本当にもうちょっと今から写真撮るから、みんなもあのコメントしてね。でもこれ時差があるもんね、どうすればいいんだろう。タイミングが良ければコメントに乗れますって感じで、よし、行きます、撮ります。3、2、あ、むずい。どういう感じだっけ、まあ、いっぱい撮っといて、みんなが写ってるやつを。ちょっとみんながいっぱい写ってるやつを私使うね、後から。もうこんだけ撮っとけば多分みんながたくさん写ってるのがあるでしょう。どうにかしてもっと撮りたいんだけど、どうすればいいんだろう。あ、でもこの画面スクショするってのはどう。そうすればいいんじゃん、画面をスクショすればいいんじゃん。なんで私気づかなかったんだろう、なんで気づかなかったんだろう。画面をスクショするっていう方法があるじゃん。ちょっと待って、アホすぎるかもしれない。画面をスクショしよう。これ片手でやらんといかんもんね、むずいな。はい、チーズ。あれ、むずい、一緒にその。はい、チーズ。そう。どうすればいいんだろう。はい、配信終わっちゃったじゃん。配信終わっちゃった。そう。はい、笑って。はい、チーズ。こんだけ取っとけばいいでしょう。何かしら使えるはず。いちごに返信したいけど、ごめん、今携帯からあれだからやってるから、ごめんな、いちご。スクショなんでしなかったんだろう。あ、オッケーオッケー、いい感じです、ありがとうございます。あ、そうや、前ね教えてくれたね。ありがとう、もう本当にありがとう。ちょっともう本当にわがままな、普段はなんかあんまり言えないんだけど、今回はもうわがままで申し訳ないんだけど、そう、あのバレンタインキャンペーン残り今日を除くと5日間よろしくお願いします。え、ハトさんありがとう。私のルームにはハトさんが多いで有名だから、よろしくお願いします。いちご選ってる、ひーちゃんち行く。でも本当にでも言うていちごも今も配信してるってことじゃん、それは。減らないで、いちご。
何ひーちゃんって行くのはまあいいんだけど、いいんだけど減らないで大丈夫おもろいな、いちごえ、待って、本当に嬉しい、いやもう嬉しい、本当に私今クッキーのやつすごいね、クッキーの13万差だよ。みんながさあれだよね、なんて言うんだろう、そのギフトっていうとさ最終枠さ、なんて言うんだろう、その10とかじゃなくてポイントが大きいのをがたくさんあったりとかなんだけど、多分他の枠の方って、で私はそうみんなにクッキーお願いしてた、もうみんながクッキーをね手を絶対ね痛めながらね、そうそうお送ってくれたんだよね多分ね、そう本当にイベントって言うとなんて言うんだろう、先輩方とか上位の方多分そのタワーとかが、ね、こうなってる状態なんだと思うんだけど、そうみんな手が痛い中クッキーをたくさん多分くださったんだよね、本当にもうありがとう、もう優しいから本当に好きえゲームとのコラボもそうもうもうなだれね、なだれみたいだった、確かに見栄えは確かにクッキーわかんない、タワーもいいかもしれないけど、私はクッキーを今集めてるので、そうもうクッキーをみんなが手が痛い中ねずっとそうくださったのがもう本当に嬉しくって、私はクッキーのなだれが見えたので本当にもう幸せです。クッキーのなだれの様子も写真撮りたかった、本当にもう本当にわー嬉しい、みんな本当に優しいんだから、本当になんて優しいんだろう、優しい優しい、ありがたいありがたいですね、どうしよう、明日からの配信のこととか話そうかな、じゃあそれだけ決めて終わって一応連絡してみようかな、ちょっと一旦これで1日3時間っていうのは切れた、なんて言うんだろう、イベントの時間はなくなったのでそれ以上もできるし、まあ時間どうしても取れない日はそれ以下になってしまうかもしれないけど、14日まで配信がたくさんあると思うのでよろしくお願いします。そう楽になる、私は長時間配信が全然苦じゃないので、そうですね全然すると思います。どっかで多分カラオケボックスからの配信もあると思うし、ちょっと日程との相談なんですけど、そうあクッキーで写真撮る、でもそれは申し訳ないかな、どうしようそうイベント終わったからやっとクッキー投げられ怒られない、他のルームの方かな、私多分存じ上げております、もうありがとうございます、本当にこのまま頑張ります。そうだね、朝配信の縛りはなくなったけどやっちゃうよ、まだ私はここで休憩しませんから、明日からも全然ショールームしますからクッキーのゲスト参加する、もうありがとう、本当に嬉しい、だめ手が震えてきたから本当に本当に見てこれみんなが優しいから、じゃあ30分ぴったりにクッキー、30分ぴったりにクッキーのなだれ起こしてもいいですか、多分あれですよね、間違いなければノアピさんのルームの方じゃないかな、違うかな、分かんない、違うかもしれない、そう全然みんな無理しないでもらっていいので、30分に1回だけ30分に1回だけクッキーのなだれの写真撮ってもいいですか、ごめんなさい、さっきもたくさんいただいたのに本当に申し訳ないんですけど、記録、私の記録とその思い出用に写真だけ後で撮らせてください、合ってますか、ありがとうございます、もう来ていただき、マービさん多分3位かな、おめでとうございます、もうありがとうございます、もう本当にたくさん応援していただいて、もう本当に優しいからみんな
今ささっき一瞬見えたのがさ、バレンタイン個人のランキング、ファンの方のランキングの方もすごいってそうお聞きしたから、ちょっと見てみるね。ちょっと気になる。新人枠とさなきゃ見えないじゃん。ああ私のルームにいらっしゃる方がたくさん、もう嬉しい、ありがとう、たくさんだ、うわ本当だ、ありがとう、すごい20位内にも自分の知ってる方がもうゾロ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 、もう本当にありがとうございます、わあ更新するともっともっと、わあありがとうございます、たくさんだ、もう本当にもう優しいからありがとう。嬉しい、嬉しいです。ちょっとねバレンタインの方はどうしても年齢制限があってね大変なんだけど、そう頑張ります。最後そうができないっていうのはやっぱり辛いけど、でも頑張ります。あ、じゃあもうちょいで30分なんで、30分になったらちょっとクッキーの写真だけ撮らせていただきます。本当に無理だけなさらないようにお願いします。まだ続くのでクッキー本当にここだよね。30分に なって、あ30分になった、ちょっとクッキーをお恵みください。あたくさんありがとう、いっぱいいっぱい連打しております。あこっちの状態でもありがとう、ストップです、ごめんなさい、いただきました、たくさんありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます、たくさん、あのスクショ撮れました、 X とか載せさせていただきます。ありがとうございます、すごかったね今のね、そう。ありがとうたくさん。あ分かる、指揮者のさ応対終わったと思う。もうありがとうね、ごめんね、さっきもそうたくさんいただいたのにごめんなさい、もうまたいただいちゃって、もう手が震えてきちゃうから、ちょっともうわがままなんですけど、このイベントキャンペーンどうしても1位で終わりたいので頑張ります。クッキーで80万ポイント、すごい、もうみんなのおかげだから本当にちょっと感動だめ、まだ泣いちゃいかんよね、泣くのはそう15日だね、泣くのは15日、14日の夜までそうわからないから、15日まで私は泣かないから頑張って、泣かないように頑張る、泣きそうだけど今。そう14日の12時過ぎてからなんだけど、そうもうありがとうございます。クッキーの提案もしてくれてありがとう、ガマちゃん、そうね、ところによりクッキーが降るでしょう状態だから本当に今。待って、イチゴのさひげ描いたの今初めて見たんだけど、かわいい、イチゴこの後このまま家おいでよ。そう泣くのは最終日。そうだね、泣かずにまだ笑ってます、わかんない、14日の夜次第でわかんない、泣いちゃうかもしれないけど、ちょっとえ、いちご可愛いかも、ひげ描いてるのアイラインで描いたんかね、可愛いかも、可愛い、これ見てるってバレたらさ絶対さやめてって言うよね、これ超かもしてるじゃん、私配信前に超かつけてよって言ったら本当につけてる、可愛い、そう泣くならそうやっぱり悲しくて悔しくてじゃなくて嬉し泣きをしたいのでよろしくお願いします。そう記憶力がすごい、そう。そうもう猫可愛いよね、いちごめっちゃ可愛いんだけど、私がスクショしたい、可愛い、でもこの後もしかしたら会えるかも、このままで。そう泣いた子が強くなりました。恥ずかしいから本当にもう。ありがとうね、最後まで見てくれて、うん、嬉しい、そう
こう優しいから本当にみんな本当に。そう、いちごソーダ東京公演あるから、わあ待って電車バット飛んだ、いちごに見てることバレるから、バレる前にスクショ、えい、かわいい、オッケー、こんだけ撮っとけば多分多分どうにかなる。そう、ガチ制服じゃないよ、でもほんと制服っぽいよね。いちご取っといた。うわ絶対これ音出してないからわかんないけどさ、絶対さ私に向かってさ、もうやめてって言ってるやつだよねこれ、バツバツしてるもん今もういいじゃん、かわいいかわいい、ああバツされちゃう、ああバツバツいちごさんもう閉めるからやめて、バツバツ、えパセリさんにいただいたんだよねねえ、もう本当にありがとう、クッキー嬉しい、クッキー嬉しい、ちょっと最終日まで頑張ろう。いちごさん何時に終わるやろ、いちごさんと同じタイミングで終わろうかな、この後多分いちごさんうち来るから、うん、もうだってやばい、なんか久しぶりにこのなんて言うんだろう、ちょっと差が相手のさ、なんて言うんだろう、1位ちゃんと、なんて言うんだろう、そう確定でも今1位って感じじゃん、嬉しい、そう嬉しいな、みんなが手が痛いのにクッキーをくださったからだ、もう本当にもうみんな優しいんだから、あー嬉しい、すごい、あー嬉しいえそう、お決まりさんの公演とドラさんのね3人の公演はね絶対に行くよいちごと絶対に行くから、そう意外かい、いちごが、じゃあいちご今日はやめといた方がいいかな、大丈夫かな、うん、ちょっと見てみよう、大丈夫かないっぱい電池バットが飛んでて面白い、ひげかわいい、かわいい、スクショしといた、よし、オッケー感想文ね、めっちゃ書くことになりそう、本当にいつかね、奥さんこしたいね、私の顔真似なの今の、うんってやつ、そうだったの、無音だから今何話すか分かんないよね、そう分かんないやリアル撮ってくださってるの、ありがとうございます、会いましょう会いましょう、どうしようこの枠、リコスさんも今ね一瞬ルームは入れてないけど一瞬流れてきたの見たらさね、来てた来てた、かわいい、あリボンが私と違うタイプだけどかわいい、こっちさんかわいい、もうありがとう、たくさん、確かに見に行くんじゃなくてできればサポートしたいかも、サポートしたいわねえりこちさんね、今コメントでなんとなくあれって思ったけど鼻で出てらっしゃったんか、大丈夫かな、それはびっくりだもうみんな優しいな、本当にもう嬉しい、ねえねえ今さびっくりしたんだけどさ、あのショールームのさこの今のバレンタインのやつのさ25万ポイントと60万ポイントのやつ、あのSTU だけ今これ60万ポイント押したんだけど、あさっき開いちゃった、よいしょ、見て全員 STU だよ、やばくない、
12345678910111213141516に全員 STU、 しかも60万ポイントの方だよ、60万ポイントだよ、25じゃなくて。やばくないね、イベント効果はあるかもしれないけど、すごいね。25万ポイントの方だとどうなるんだ、25万ポイントだと SKE さんとかもいらっしゃる。あ、でも SKE さんでお一人、 HKT さんでお一人で、それ以外は全員 STU だ。やばっ。あれだよね、あのなんかショールームのさ、公式の X さんがさ、公式で上げてるさ、なんか現在のランキングトップ5みたいなのあるじゃん。あの新人枠もだし、通常枠もどっちもあれだった、全員 STU だから、10人全員 STU だった。見た時びっくりしたもん。まあ、イベントってのもあるけど、すごすぎるよねすごすぎる。このモテクイーンのトップ5が全員、あのせ、あのなんて言うんだろう、通常枠の方も新人枠の方も5位以内全員 ST48 だった。すごいよね、びっくりしたもん見た時ねえ、なんなら新人枠も通常枠も6位以内全員 STU だ。すごすごすぎる、なんてこったすごすぎる確かにイベントじゃなくてもね、だいたい半分ぐらいは STU が占めてるけど、ここまで占めてるの初めて見たかも。新人枠も通常枠もどっちもっていうのがすごいねその中でも私は1位にどうしてもなりたいので、14日の最後までよろしくお願いしますよしね、キャンペーン、そうありがたいことに新人枠1位なの、もうありがとう。1位になったっていうのを途中で見てすごい嬉しかったんだけど、そうあれなんだっけ、10万以上もポイントあるなんて思いもなかったしなかったから、もう本当に嬉しい。このまま頑張る力になる、頑張ります。そうね、新人枠も通常枠も5位以内全員 ST48 はやばすぎる。てか待って、私あれだ、今日の X のポストもしてないし、いちごに返信もしなきゃ、だからそろそろ終わらなきゃじゃん、やばい。男女で終わるか、ちょっといつもよりもあの17から呼ぶんですけど、いつもより下から読んじゃおういつもじゃあ50から読んじゃおう。今日ちょっと時間がかかっちゃうんですけど、50からいきたいと思います。50位忘れていいよさん、忘れてないよ。49位リネさん、48位グロージさん、47位マイモンさん、あ待ってこれ更新くるかな、まあ、いっちゃおう。46位ももさん、45位どんちゃん、44位春のパン祭りシーズン2、あとメルムカミやめてパン食べてコツコツ、お偉い。43位エイトンさん、42位ひまわり29さん、41位かずかさん、40位くまねパパさん、39位ひらつぐさん、38位ちくわドーナツさん、37位たこたんさん、36位ほいほいかける3さん、ほいほいほいさん、35位佐藤さん、34位やっさん、33位ラベンダーさん、32位せいたかくん、31位ゆいちなん、30位ない、30位にゃんきちあっと6人まではたおしさん、29位山田太郎さん、28位なるみあっとさぬきうどん大学卒さん、27位福太郎あっとやみずさん、26位たかしあっとつまみさん、25位 B 型うわー読めないに B 型さん、24位きよ兄さん、23位ゆうばりさん、22位かまちゃん、21位みしたらさん、トップ20位内、20位ヤオタとつまみさん、19位トラサポさん、18位イキピッさん、17位デコトラさん、16位水明さん、15位めでたいさん、14位ミミさん、13位ミーくん、12位ヨシミさん、11位ワンタさん、トップ10、10位ウマちゃんアットヤミーズ、ハッシュタグユイニャンを初代モテクイーンにありがとう、9位ヌリエさん、8位クミトラさん、7位や、ワイズさん、6位モジロアットつまみさん、5位ナスちゃん、4位スプマンテさん、トップ3ごめんね、めっちゃ今日一気に読んじゃって、3位ぐらいいきます。3位マクアット共通品指プルプルさん、もうありがとう、指プルプルまでしてくれて。次2位ヤマシンさん、そして今日の1位を発表したいと思います。体調があんまり良くないみたいでちょっと心配なんですけど、ちょっといつもよりどこどこ多めでやりたいと思いますよし、じゃあ、あ
いつも通り55番にして、よし1位いきまーす。はい、今日のランキング1位はカイト@おつまみかっこハッシュタグユニア初代モテクインジさんです。ありがとうございます。カイトさん1位ありがとう。本当にラスト30分くらいかな、来てくれて嬉しかったです。カラオケの時にもうありがとう。体調が優れないみたいですけど頑張ってください。どうにかね、私は癒せます。直接的にね、あの看病はできないんですけど癒します。これからもぜひ皆さん配信来てください。ありがとう、本当に嬉しい。ありがとうを伝えれる曲を歌いたいぐらい嬉しい、本当に。ナース、確かにナースまたする。確かにね、もう本当に今日はありがとうね。このままどうにかして、あれモテクイーンも頑張りたいです。待って、なんて言うんだろう、ちょっと最後しんみりしちゃうかもしれないけど、もうみんなに感謝の意味込めて、ちょっとあれ瀬戸内の声だけ歌ってから終わります。本当にこれで最後です。ちょっともう本当にありがとうの気持ちを込めて、声だけ歌ってから終わりますね。ごめんなさい、止めちゃってみんなを。みんなを止めちゃってごめん。瀬戸内の声だけ歌います。アンコール。いきます。いつもここに来て君と語った言う止めどなく溢れてもどかしすぎてゆく旬の日々、自分は何を残せるのだろう。そばで青い海はどんな時も優しくおおらかで、の中僕は願いを風に向かって叫ぶ。瀬戸内の声と届けよう。泣いちゃうかも。泣かない、まだ泣かないから。涙落ちるなら傘をさせばいい。今日の悲しみは明日には晴れるから、そばで僕の海は母のように見守ってくれてる。生まれ育った地はただうなずき、未来へ背中を押す。空
ありがとう。いつの日かまぶたを閉じながら思い出す、ふるさとをあの懐かしい波を、どんな時も優しくおおらかで、淡い日差しの中、僕は願いを風に向かって叫ぶ。そばで教えてくれたんだ。時が過ぎ去っても、この自然が幸せの目印だ。瀬戸内の愛、ありがとう。男女読みが終わった後なんですけど、もう感謝の気持ちを込めまして、もう本当に今日は一日ありがとうございました。瀬戸内の声でした。上間さんタワーありがとう、もう本当に嬉しい。カイトさんクッキーずっと投げ続けてくださってありがとう。他のみんなもありがとう。あやんさん、ヤマシンさん、マクさんもありがとう。たくさんクッキーをありがとう。このままどうにか頑張ってクッキーモテクイーンの方1位になれるように、2月14日の22時までなんですけど頑張るので、この後も応援よろしくお願いします。今日はちょっと朝の配信とさっきの配信とその後延長して50分ぐらい配信しちゃったんですけども、最後まで見てくださりありがとうございました。写真集のイベントも暫定ですけど、目標だった3期生で3位内達成ありがとう。本当にこのままモテクイーンも頑張るので最後までよろしくお願いしますってことで、今日はこの辺で配信を終わろうと思います。最後まで見てくださりありがとうございました。またバレンタインの方ではね、なんかチョコ作ったりとか、あとはカラオケボックスでやったりとか、またコスプレもすると思うので、よかったら最後まで来てください。明日は土曜日だもんね。明日から土日入るから分かんない、配信の時間が決まってれば予約すると思うし、特に決まってなかったとしても、まあなんて言うんだろう、普段よりも配信時間長くなったり、できるだけ時間も取るように頑張るので、バレンタイン最終日までもどうかよろしくお願いしますってことで、あ、そっか、月曜日もそうだ、3日3連休だから、みんな今日お仕事とかお疲れ、3連休お仕事の人もいるかもしれないけど楽しもうねってことで、あ、でも嬉しいかも、そっか、月曜日も祝日だからお昼できるのか、できないと思ってたから嬉しい。13日だけどうしても夜の配信が短くなっちゃいそうなんだけど、うん、頑張ります3連休また配信いっぱいすると思うので、もしかしたらいちごともするかもしれないので、最後までよろしくお願いします。明日も分かんない、ちょっと今日ぐっすりすぎて朝できなかったりするかもだけど、明日も配信いっぱいするのでぜひよろしくお願いします。本当に今日はお疲れ様でした、ありがとうございます最後まで頑張ります。では
ありがとうございました。バイバイ。いやね、もう本当にありがとう、感謝すぎる。ちょっと長くそう、お疲れね、みんなお疲れ。明日も配信どうしようかな。でも明日は全然多分時間が取れる日だから、特に15時の更新のタイミングとかやりたいな。また時間が決まれば予約を入れとくと思うのでよろしくお願いします。この後 X もあげるし、メールもそう、最近忙しくて遅れてなかったんだけど一旦遅れると思うので見てください。 X1 億人バズり投稿します。では今日はありがとうございました。引き続きバレンタインもよろしくお願いします。わがままでごめんなさい。よろしくお願いします。配信終わります。ありがとう。